それではお時間になりましたので、第3回グローバルキャリアセミナーを始めさせていただきます。私は広島国際センターの北門と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回のセミナーですが、新型コロナ対策として、オンラインでの開催とさせていただいております。まずこのセミナーの目的からお話ししようと思います。こちらの、グローバルキャリアセミナーですが、国際舞台で活躍する人づくりを目的として、県内の学生などを対象に国際関係の仕事に就く講師を招き、やりがいやお仕事内容、そしてご自身の、体験やそのきっかけなどを語ってもらうセミナーとなっております。次に本日のスケジュールをご説明いたします。本日の流れですが、事前にご案内している通り、本日は3名の講師にご登壇していただきます。講演順はご覧の通りなんですが、トップバッターでお話しいただく予定でした難民を助ける会の藤田さんですが、ウガンダでのインターネット回線の問題から本日のご出演が残念ながらできなくなってしまいました。代わりに同じく難民を助ける会 AAR ジャパンの穂積武弘さんに本日ご協力いただくことになりました。穂積さんは東京事務局で勤務されているとのことですが、海外経験も豊富でいらっしゃるというふうにお聞きしておりますので、面白い話をお聞かせいただけるものと楽しみにしております。講師の皆さんにそれぞれお話しいただいた後、だいたいお一方40分で、今のところ予定しているんですが、時間が余れば質疑応答の時間とさせていただきます。そして最後にも全体を通しての質疑応答の時間も設けますので、例えば途中で聞きそびれてしまったことや全員聞いてみたいということがございましたら、ここで積極的に質問していただければと思います。そして最後に連絡事項でございます。まず1番目、質問はすべてチャットで受付をいたします。思いついたら随時書き込みをしていただいて構いません。皆さんに見える形でも、宛先をプライベートで公益財団法人広島国際センターのアカウントにプライベートなメッセージを送っていただいても、どちらでも結構です。そして2番目、本日は海外ともつないでいるため、ネットワーク環境が不安定になった場合は、皆様にビデオをオフにしていただくよう途中でお声かけをさせていただく場合があるかもしれません。その際はご協力をよろしくお願いいたします。また、最後ですが、セミナーの様子を適宜スクリーンショットでこちらで撮影をさせていただきます。撮影した写真は当センターの広報として、Facebook や広報誌に使用させていただきますので、あらかじめご了承お願いいたします。では早速ですが、お話しいただく講師のご紹介をいたします。お一人目の講師ですが、認定 NPO 法人難民を助ける会の穂積武弘さんでございます。それでは穂積さん、よろしくお願いいたします。改めましてこんにちは。今ご紹介に預かりました、難民を助ける会で働いております、穂積と申します。難民を助ける会は、AR という正式名称は日本語の難民を助ける会なんですが、まあ、海外で事業しておりますので、通常は英語の略称である AR ジャパンという名前の方を使っています。ですので AR とこれから自分のことは言っていきます。で、共有画面見えているかと思います。
今日はですね、まあ、あの AR の紹介もしつつ、でも、まあ、あの私がどうしてここに、こうしているいてこの仕事をするようになったかみたいなところも合わせてお話しして、で、まあ、皆さんの中にはもしかしたらあの将来国際協力の仕事してみたいな、でどんな働き方があるのかなっていうのをあの気になっている方もいるかと思いますので、NGO で働くっていうことはが、まあ、ぶっちゃけどんな感じなのかっていうお話もあのしたいと思います。まあ、NGO といっても、まあ、いろいろありますんでね、今日もう一つあの KNK さんあのお話しいただきますけれども、またそちらの方でもあの今日お話しいただく方のご感想なりで、ちょっと私 の独断と偏見も入っているかもしれないので、適宜補足いただければと思います。まず難民助ける会 の紹介ですけれども、AR あの作ったのがあの今、画面に映っているおばあちゃんです。あの相馬由紀香さん、と言います。私は AR に入って今12年が丸々過ぎようとしているんですが、私の入った年の前の年に、93歳で大往生された人ですね。でこの相馬さんが、1979年に作ったインドシナ難民を助ける会というのが前身です。で最初はですから日本に来るあのインドシナ難民、今のベトナム、ラオス、カンボジアのあたりから、まあ大量の難民が発生していたときに何とかしなきゃいけないと言ってあの小さく始まった組織ですけれども、インドシナだけじゃないよねということで、84年にはもう今の難民を助ける会になりまして、であの今アジア、アフリカ、まあ、日本も含めてですが、15、6カ国で活動をしております。まあ、これはちょっと自慢ですけれども、97年には、地雷の活動を一生懸命やってきたので、あの AR だけがじゃないんですが、それに関わった NGO、 世界のたくさんの NGO が、まあ、同時にノーベル平和賞をいただいたということで、まあ、そのご評判に預かったというようなこともございます。で、2019年あのもう一昨年になっちゃいますが、晴れて、まあ、設立40周年を迎えることができました。でもあのもう今日お話しする団体はどこも同じだと思うんですが、まあ、皆さんも、例外ではないんですけど、昨年からのコロナであの我々の活動も非常に大きな影響を受けておりまして、あ、まあ、それでもなんとかね、支援を必要としている人はもうますます増えていますので、頑張って活動を続けようと奮闘しているところでございます。 AR の活動、もう詳しくはホームページ等でもご覧いただけますので、興味のある方はぜひそちらご覧いただいたり、もっと詳しく知りたいという方は本当メールなどで適宜お問い合わせいただければと思います。その名の通りですね、難民支援が今のところは大きな柱になっていまして、今画面に映っているのはその中でも一番大きな事業規模となっているシリア難民の支援です。まあ、シリア難民というのが今世界中に、まあ、難民ですとかその、国内避難民ですとか、まあ、そういった人たち、とにかく自分の元の町に落ち着いて住んでられないという人たちが世界には8000万人以上いるんですけれども、その中で一番数が多いのがシリア難民です。で AR はトルコで、難民支援をやっています。トルコがシリア難民、もう800万人以上いますけれども、そのうちの一番多く、300万人以上を受け入れているのがトルコになります。で我々はそこで非常に細かくですね、一人一人 のご家庭を回ってニーズを聞いて、で、子どもたちが集まれる場所を作ったり、親御さんに対しては情報を提供したり、まあ、中には障害を持っておられる
お子さんなんかがいたときにはリハビリテーションのサービスを提供したりというようなことをやっております。でもう本当に我々、日本人スタッフだけはできないので、ここにも現地スタッフが映ってますが、まあ、非常に多くの、100人以上の現地スタッフで、その中にはシリア難民も含まれています、その人たちに頑張ってもらって、今も活動を続けております。で緊急支援という意味では今コロナの絡みの緊急支援も世界中、まあ、日本も含めてやってまして、今画面でご覧いただいているのはパキスタンですね、パキスタンでコロナの緊急支援ということで、その感染症対策になるような、マスクですとかそういったようなものをご家庭に配るというようなこともやりまして、まあ、その時の、写真です。でパキスタンでもやはりそういったものを配る際に障害を持っておられる方がいるようなご家庭は優先的に支援対象としました。ここでもその手前の男の子は車椅子に乗っていて足に障害があるようですけれども、こういったご家庭には優先的に物資を配布しました。で AR は一つの柱がやはりその障害をお持ちの方の支援ということなんですね、ですから、まあ我々の事業地の中には、まあ、直接的には全然難民支援じゃないんだけれども障害をお持ちの方に対するその職業訓練であったり、また障害を持っている子どもたちが地元の学校に行けるようにというような内容の事業も、ございます。今画面でご覧いただいているのは、ミャンマーという国で我々自身が運営している職業訓練校ですね、いくつかコースがあって、要塞つまり服を作るっていうコースと、それから美容というか利用ですかね、床屋さん、美容師さんになるコース、それからコンピューターの使い方を学ぶコースという3つのコースを提供して、もうここは宿舎もあってですね、全国から集まってきた人が、障害をお持ちの人がここで3ヶ月間缶詰になって集中的に技術を身につけて、でなんとか収入を得るというようなことをお手伝いをしています。ただ残念ながら今日今の時点ではこの職業訓練校、首都のヤンゴーにあるんですけれども、やはりコロナがミャンマーでも、非常に感染が広がっていてですね、政府がこうした、学校なんかを未だに再開、してないんですね。ですから、AR の職業訓練校も今の時点では休校中で、ちょっといつ再開できるのか今のところは目処が立っていないという状況です。でもいつ再開してもいいようにスタッフは準備をしております。でもう一つ AR の難民支援、緊急支援ですね、それから障害者というに、ともにもう一つAR がずっと重点的に取り組んできているのが地雷の問題です。これはなんで地雷と思われるかもしれませんが、その AR が設立当初に海外の難民キャンプに行った時に、まあ、障害をお持ちの方がたくさんいたんですよね。で、まあ、それで障害者支援やるようになったんですけれども、で足がない手がないみたいな人がたくさんいてですね、でどうしたのかなと思って彼らの話をよく聞いてみたら、いやもう自分の国から逃げてくるときに、地雷がたくさん埋まっていて、まあ、うっかり踏んじゃってもう大変だったんだみたいな話が、まあ、ゴロゴロあってですね、でこれは大変だと、地雷のことをちゃんと分かってもらって、
事故に巻き込まれないようにしないと、大変なことになってしまうと思って、まあ、それ以来地雷の活動は AR の一つの、重点項目になっています。今画面に映っているのはアフガニスタンという国で今でもやっている事業です。で、映っているおじさんが立って子どもたちに話してますけれども、このおじさんは我々のスタッフですね。我々カブールに事務所が、首都のカブールに事務所がありますので、そこに20人ぐらいスタッフがいて、で、地域の学校ですとか、学校だけじゃなくって、いろんな公民館とかモスクとか、そういうようなところで場所を借りて、で、地域の子どもたちだけじゃなくて、お父さんお母さんにも集まってもらって、いろいろなポスターだとか、ちょっとした映画だとか、そういうのを見せながら、地雷っていうのがどんなものなのか、事故に遭わないようにはどうしたらいいのか、もし本当に地雷とか不発弾が落っこっているのを見たらどうすればいいのかっていうようなことを、だいたい1時間ぐらいの教室を開いて、理解をしてもらっています。まあ、アフガニスタンという国はまだまだ、非常に治安が悪くて、テロ事件なんかも多いので、事務所はあるんですけれども、我々日本人スタッフは一切、行けないんですね。出張もできないという状態がもう随分続いています。だけどこの現地のスタッフはもうこの仕事を何十年もやってくれている人もいて、なんとか自分の国アフガニスタンを、早く平和で安全な国にしたいという思いで我々の仕事をやってくれています。はい、AR の、紹介は本当に駆け足でしたが、こんな感じにしたいと思います。で、ここからはちょっと私の話ですね。で、私はまあ、こんな感じですけども、67年生まれということで、年齢はそんな感じです。で、大学は外国語学部で英語学科でした。で、英語専攻ですね。で、卒業した後は、政府系援助機関って書きましたけれども、JICA って皆さん聞いたことありますかね。私が入った時は国際協力事業団という名前でした。今名前が変わりまして、国際協力機構という名前になっています。英語の略称は JICA で変わってないんですが、青年海外協力隊って皆さん聞いたことあるかもしれませんが、その青年海外協力隊を派遣するというのも、まあ、JICA が行っている非常に数多くの事業の一つです。まあ、全て政府の予算で、やっているという、まあ、世界でも最も大きな援助機関の一つですね。まあ、そこに新卒で入りまして10年間勤めました。で、まあ、その間には JICA の仕事だけじゃなくて、まあ、なんだかよく知らないけれども外務省行けって言われてですね、しかも行った先はヨーロッパで、まあ、そこに国際協力関係の、ことをいろいろ政策調整をしている国際機関がありまして、まあ、そこの仕事をしなさいみたいなことも言われたりとか、なんか本当にいろいろな経験をさせてもらいました。で、10年ぴったりそこで勤めまして、で、別に嫌気がさしたわけではなかったんですけれども、JICA の仕事忙しかったですけどね、ただもう十分面白かったんですけど、ちょっとここで、一区切りつけたいなと思って JICA を一旦離れて、国内の大学院で比較文化の、勉強をしまして、ただまあそのうちにもう一回国際協力の仕事したいなとは思ってまして、で、JICA がこれ政府の、仕事をしていますので、今度は民間の立場から国際協力に関わりたいなと思って、今の AR ジャパンに、入りました。でも12年、もうすぐ13年目に入るんですが、もう、JICA よりも長くなってしまいました。で、AR に入った時は最初は海外事業担当ということで、写真でお見せした
アフガニスタンなんかの事業を担当していましたが、今は組織全体といいますか、総務とか人事採用ですとか、こんな形でいろんな人にお話しするみたいな仕事をやっております。でなんかね、昔の JICA 時代の写真あんまり撮ってないというか、そうですね、オフィスにいること多いですから、あんまりオフィスでのバシバシ写真撮らないのであんまなかったんですけど、これは本当に、大学卒業してすぐ最初に入った部署ですね。で部署に入って、これ新宿近くの幡ヶ谷に東京国際研修センターっていう、海外から来た人たちが宿泊して研修を受ける施設があるんですが、そこに配属になりまして、でこれは本当に2つ目の部署である外務省出向が決まって、で、本当に最後ぐらいにその時の同じ課の、仲間たちと一緒に撮った写真ですね。はい、この時は本当にまだまだ社会人1年生の時です。他に仕事の写真はちょっとなくて、なんかマシな写真ないのかなと思ったんですけど、これは東京国際研修センターで仕事をしていた時に、たまたまケニアの、方に出張する機会があって、で地元のでずっとやっていた専門家の方が対応してくれたんですけれども、週末だったので、近くにちょっと息抜きに行きましょうって言って、これナクル湖っていう湖なんですけど、後ろにうじゃうじゃ映ってるのはこれ全部フラミンゴなんですよね。フラミンゴの大群がいるって言って有名な湖で、そこへ連れてってもらったという写真ですね。私は海外に駐在した経験というのが実は途上国の駐在経験ないんですが、JICA 時代、それからこれからお見せする AR 時代を含めて出張はなんかめちゃめちゃ多く行っていてですね、いろんな国に行ってますね。でこれはその、外務省に出向してフランスのパリに行った時の、前任者の歓送会ですね。前に2人座っている女性の方が私の前任者の、人で、この人の仕事を引き継いで、その隣にデンと座っているおじさんが、私の直接の上司だった外務省の人ですね。2年ぐらい勤めましたけれども、非常に、政策の協議の場っていうのが、こんなものなのかっていうことで非常に貴重な体験をさせていただきました。で、AR に入ってからの写真はとりあえずこれだけなんですけど、最初は事業をやってまして、でこれ緊急支援に出かけた時なんですよね。インドネシアのスマトラ島というところの、西海岸で非常に大きな地震があって、でパダンという町が壊滅的な打撃を受けて、で津波も発生したというようなことが、ありまして、でその時に私は、第一陣として現地にパダンに入りまして、2人で AR から2人で行ったんですが、一番左端に私がいて、もう一人その同じ帽子をかぶっている女性が同じチームで行った AR の同僚です。でこれは現地で食料を調達して、で袋詰めをして、で最も困っているご家庭っていうのを大体100世帯ぐらいピックアップをして、で一軒一軒訪ねて、その支援物資を配って回った時の写真です。緊急支援は本当にこんな感じで最初は始まりまして、で AR の今のやっている事業も一番最初はこういった感じの自然災害もしくは難民支援という緊急支援でバタバタと始まったものが、ずっと続いているという形のものが多いです。
インドネシア の, あの地震、このパダンの地震でも、大体2年ぐらいはパダンにあの事務所を構えて、あの緊急支援をあの実施していました。今はあのもう、インドネシアでの支援はすべて終了していて、もうあの事務所も閉じて、あの引き上げてあのいます。インドネシア、はあそこは非常に地震が多くてですね、つい先日もなんかスラウェシの方で、まあ、地震がかなり大きな地震があって、あの被害も出ているということで、まあ、あの現場に入ったことのある私としてはあの非常にちょっと気になるところではありますよね。まあ、インドネシア非常にあのこういった災害対応なんかももう自分たちでだいぶできるようになってあの来ていて、まあ、そこら辺は非常に頼もしいんですけれども、あの無事あの、なんとか今回の災害も乗り越えてくれるといいなと思っています。はい、あのでここからはちょっと NGO でが働くっていうのがどんなことなのかっていうところをちょっとあの文字だけですけどお話ししていきたいんですが、その国際協力ってあの NGO だけじゃなくて JICA とか他にも今日あの UNHCR の方があの、WFP か、の方がいらっしゃいますけれども、そういった国際機関ですとかもう非常に多くの人があの関わっています。その中でNGO ってどんなこうメリット、いいところがあるんだろうって考えてみたんですが、まあ、NGO はよく言われるのはその一般市民に近いところで、まあ、まさに本当にダイレクトに支援を必要としている方々に近いところで仕事をしているということは、まあ、一般的には言えるのかなと思います。ですからあの日々のように接していますので、彼らが何に困っていて、あのどういうところが足りてないのか、 あるいはあのどういうところを不満に思っているのか、みたいなところはあのダイレクトにあの声を聞くことができます。で NGO はそんなにお金に余裕があるわけではありませんので、こうあまりこう余裕な仕事はないできないんですよね。非常に効率的にあの短い時間で成果を出さないといけないということで、あのそこら辺は非常に意識して仕事をしています。であの地元の人からすると NGO の人たちっていうのはもう本当にあのすぐ近くにいて、あのしょっちゅう顔も合わせるし、あの声を交わすこともあるということで、まあ、地域社会の信頼は得やすいというメリットはありますね。で、あの非常にあの NGO 組織の小さい、ところが大きいので、まあ、JICA は非常に大きくてですね、一つ何かこうこいや何かやろうって決めるのはすごい大変で、ハンコの数が半端なかったんですが、あの AR だとそのハンコに必要なハンコはもうぐるっと見回せばもうそこに全部あるので、あの非常にこれをやりましょうとか、こういう変更をしましょうとか、なんかそういった意思決定っていうのは比較的柔軟に行えるっていうのはいいところかなと思います。はい、ただ NGO だからのお悩み事っていうのもあります。まあ、一つにはやはり政府との関係ですね。 NGO ってあのノンガバメントオーガニゼーションで非政府組織なので、まあ、政府じゃないぞっていうところはあの自負としてはあるんですけども、ただ別にあの政府と大喧嘩してもあまりこう意味はなくてですね、むしろ政府とはうまくやっていかないといけないんですよね。あの日本政府からはいろいろ活動資金をいただいているということもありますし、現地政府なんかからはやはり、きちっと活動するには現地政府の許可をちゃんと得ないといけないということで、そうするとまあいろいろな制約を受けるということになります。ここには絶対行かないでくださいとか、まあいろんなことを言われる。で国によってはあの NGO がもうはちゃめちゃに多すぎて、まあ何やってるんですかみたいにいろいろ根掘り葉掘り聞かれる場合もあります。またどうしてもあの一つ一つの団体がやってることっていうのは規模が小さいので、この例えば自然災害で何十万人もが被害を、支援を必要としているときに、まあ、我々がやれることって
これぐらいだよなみたいなところで悩むっていうことは珍しくないです。ただやっぱりやらないよりはマシだよねと。でその我々一人だけだったら意味がないかもしれないけど、そういう団体が10も100もあればそれなりに大きな力になるんじゃないかというふうに信じてやっています。ただやはりその使えるお金は限られているので、じゃあこのお金を誰のために使ってどんなことに使うのかっていうのはものすごく悩みます。で一番悩ましいのは実はこれかもしれません。いつまでやるのっていうことですね。これは本当に難しいです。だいたい支援のニーズがそんなに1年や2年でスーッと消えてなくなるっていうことはないので、ないんですけれども、ただそのずっといつまでもそこにいるっていうことはなかなか難しいことも多くて、難しい判断を迫られることも多いです。で NGO はその事業に必要なお金を集めるっていうのが、まあ、いつも悩みの種ですよね。まあ、いろいろな資金の獲得の仕方はあるんですけれども、それをうまく組み合わせて必要な資金がうっかり底をついちゃって、わこれは事務所閉じなきゃ、スタッフを辞めてもらわなきゃみたいなことにならないように最大限の注意をして十分準備期間を設けてやるようにしています。で NGO で最近はまあ、JICA とか国連とかそういう大きな組織だけじゃなくて、国際協力をやりたいという人の中にも、実は私は NGO でやりたいです、 NGO というその一般の人に近いところで働きたいですって言ってくれる人は増えていて、とてもありがたいなと思っています。ただ、まあ、お給料は、まあ、なかなかこう自慢できるレベルでは正直ないですよね。そんなに安月給でもないとは思ってはいるんですけれども、ただもっともっと頑張って働いてくれる人のお給料のレベルも少しずつ上げていきたいなとは思っています。ただこれはNGO だと新卒採用をしていないところが多い、うちもそうなんですけれども、そこはちょっと NGO の弱みかなと思いますね。もっともっと頑張って自分たちで若い人を育てるっていう感覚を持つ必要はあるなと思っています。まあ、だから NGO の中にはいろいろな制度が不十分なことも多いですが、まあ、それは逆に言うとまだまだこれから組織を良くしていく余地がたくさんあるということで、まあ、私もそういったことを考えながら日々仕事をしています。で今後NGO で働いてみたいなと思う方がもしいらっしゃいましたら、まあ、何らかのご参考にしていただければと思うんですが、とにかくなんでNGO なのかっていうところは具体的にお話しできるようにしていただけるとありがたいです。JICA じゃなくて国連じゃなくて、なんで NGO なのかっていうところですね。で英語は必須です。国際協力をやろうというからにはやはり英語は最低限で、できればもう一カ国語というところが求められることになるかなと思います。で NGO ってすごくやっぱり説明をしなきゃいけない場面が多いんですね。ですからその自分の考えとか AR の考えをちゃんと論理的に説明をして、それを文章にする、言葉にする力っていうのが求められるかなと思います。そしてベースでは国際協力大事だ、支援を、届けたいという熱い思いは絶対必要ですが、それだけだとちょっと困ります。冷静にここは危ないなっていうふうに判断できるような力も必要です。そしてNGO ならではのその柔軟に動けるというところを十二分に活かせるために柔軟な考え方、アイディアを、行動して人を巻き込んで実現していく力っていうのも求められます。で国際協力の現場はなかなかいろいろハードな、条件のところも多いので、だけどそういうところがまた面白くってやりがいでもあるので、
そういったハードな環境を楽しめるというような、心構えも必要かなと思います。はい、でもうコロナでね、どうなるか分かりませんけれども、で世界の支援のニーズは増える一方なんですけれども、けどそれでもう、こんなことやってても無駄だって幻滅しちゃうんじゃなくて、いやまあこれでもなんとかなるさっていうふうに、どこか楽観して、いるっていうことが、この仕事を続ける一つのコツじゃないかなと自分では思っています。はい、私の話は以上でございます。もしお時間許す限り一つ二つでも質問 いただけるようであれば、はい、受けたいと思いますが、何かございますかね。穂積さん、お話ありがとうございました。先ほど質問が一つ来ておりましたのでご紹介いたします。高校生の方から今、学生のうちにしておけばいいこと何かありますかというご質問が来ております。お願いいたします。はい、ありがとうございます。そうですね、外国語、英語、まあ英語ですけどだろうと思うんですけど、外国語とか、あとその論理的にこの自分の言いたいことを整理して、でそれをまとまった読みやすい文章に落とすみたいなのって、これどちらもね時間かかるんですよ。訓練が必要なんです。まあ、もちろん中にはものすごい天才肌の人もいて、パーッと新しい外国語を覚えられたり、もうすぐにさーっと分かりやすい文章を書けたりする人もいないとは言いませんが、大概は時間かかるんですよ。来週までに英語ペラペラになってって言われてもやっぱり無理なんですよね。でそれどうしても時間必要なので、やっぱりそういう時間が一番あって、でそういう練習を一番できるのがやっぱり高校生大学生の間なんだと思います。ですからそこら辺は面倒くさがらずに、レポートとか一つ一つのレポートとか、あるいは大学に入ってからの小論文だとか、卒業するときの 卒論とか、そういうのはもうぜひいい練習だと思ってやってください。外国語も少しずつで構わないので、続けるって言ってください。で特に勉強の分野は本当に何でもいいし、いいと思います。どんな勉強をしてもそれはいずれ生きてきます。特に国際協力行きたいから大学での専門を開発経済にしなきゃいけないのかとか、平和構築にしなきゃいけないのかっていうことはないです。自分の好きなことをやってもらえればいいと思います。で、まあ、その間にそういった時間のかかる勉強は少しずつやってもらうとともに、世界でどんな問題が起きていて、なんでそれが問題だっていうことになっているのかっていうのは、いろいろな本を読んだりネットで調べたりして、でニュースも時々はちらちらと見て、そういった方向にもアンテナを張ってもらえればなと思います。ありがとうございます。続いての質問なんですが、日本を外から見て何か価値観や考え方は変わりましたかというご質問が来ております。お願いします。いい質問ですね。これね、変わりますよ。皆さんの中でまだ海外行ったことないっていう人いるかもしれませんけど、今はちょっとねコロナなのですごい行きにくいですけど、コロナ収まったら、で そういう機会が あるのであれば、ぜひ日本じゃない別の国で時間を過ごすっていう経験してください。もう留学でも旅行でも何でもいいし、行く先は途上国でも先進国でもいいんですが、まあ、できれば先進国途上国両方行った方がいいですね。でもちろん危ないところに行く必要はありません。アフガニスタン行けなんて私ひっくり返っても言いませんので、安全な範囲でもう観光旅行半分観光で構わないので行ってください。で日本とは違う普通があるんだっていうことを本当に自分の目で確かめてきてください。でそうするとね、帰ってきた時に
もうね、日本が違って見えますよ。今まで全然普通だと思っていたことが、実はすごい特殊なことだっていうことに気づいたりとか、逆に今までおかしいと思ってなかったことも思わなかったことが、海外に帰ってきて見てみたら、これおかしいんじゃないの、なんでみんな平気な顔してんのっていうような目で見えてきたりとか、そういうことは絶対起きますので、ぜひ海外には行かれることをお勧めします。ありがとうございます。続いての質問ですが、NGO では新卒採用していないところが多いというふうにおっしゃっていましたが、 NGO で働く前にはどのようなことをしておくべきでしょうかというご質問が来ております。お願いいたします。はい、これはね、特段あんまり気にする必要ないです。これもAR の職員見てもAR に来る前のキャリアって、まあ、私はたまたま JICA というそのすごい親和性のあるところから移ってきましたけど、全然違うところから来てる人すごい多いですから。民間企業で普通に営業やってましたとか、先生やってましたとか、私新聞社にいましたとか、テレビ局にいましたとか、もう本当にいろんな仕事をです。で、だからあんまりね、仕事、社会人経験を積むという意味では別に何の仕事であってもいいんですよ。で、その社会人経験っていうのは絶対にNGO に入った時には生きてくるものなので、むしろその仕事をというよりは面接なんかでよく言われることですけれども、私はその社会人経験を積むために企業に入ったけれども、もうずっと国際協力やりたい、 NGO でやりたいと思っていて、でもう十分社会人経験はできたので、今自分の夢を叶えるべくこうやって面接を受けに来ましたみたいなね。だからそういうふうにきちっとこう自分がどうして NGO でやりたいのかっていうところを面接の時にうまくアピールできればいいので、その前のキャリアが直接どうだみたいなことはあんまり私は気にしてないですね。ありがとうございます。続いての質問なんですが、AR さんに関する質問で、どのぐらいの人数で活動されていますかというご質問 と、あとは中長期的に、AR で成し遂げたいことがあります、は何でしょうかというご質問が来ております。難しい。ですね、人数規模で言うと AR はその日本の国際協力 NGO としてはでかい方だと思いますね。今日本人の有給のスタッフっていうのが今80人弱います。でざくっと言うとうち50人が東京にいて、30人が海外にいるっていう感じですね。ただその海外にいるべき30人のうちまだ3分の1ぐらいはコロナで日本に退避したまま、自分の本来の任国に戻れる見込みが立ってないという人たちもいますが、本来は30人ぐらいは海外にいるべきですね。でその他に十数カ国に事務所があるんですけども、それぞれの事務所で現地の人を雇っているので、そういう人たちを合わせると全世界で300人ぐらい雇っていますね。だいたいそんな感じです。で AR の中長期的な目標、ということなんですけれども、そうですね、一つにはやはりその、難民、今シリア難民もそうですし南スーダン難民なんかも紛争由来なので、
その紛争が収まってその難民が元の、国に戻れる、もしくは今いる国で生活が、より安定した形で送れるようになるというところは目標になります。でそこにプラスで今コロナがかぶさってきてしまっているので、そのコロナで余計な心配をしなきゃいけないくなってしまっているので、そこはしっかり手当てをしていきたいなと。また障害者支援に関しては、これはもう本当に日本だけじゃなくって AR だけじゃなく日本だけじゃなく世界的な目標なんですが、よりインクルーシブな社会にしたい。つまり障害があってもなくても同じ人間として、教育を受け、同じように幸せを追求できるような社会を本当の意味で、実現をしていきたいなというふうに考えています。ありがとうございます。時間の関係上、次を最後の質問とさせてください。進学についてのご質問が結構多いので、外国語大学に進学するためにどのような勉強をされていましたかというご質問が来ております。お願いいたします。ですね、まあ、私外国大学じゃないんですけど、まあ、外国学部でしたけどね、はい、もともとね英語は好きだったんですよ。英語の勉強は好きで、なんか中学生の頃からなんか英会話スクールとか、親に泣きついてもらってたりなんかしてたんですけど、だからそういう意味ではそのずっと英語の勉強を、暇を見つけてはやるみたいな癖はついていたのかなと思います。それは何も参考書ばっかりいつも飛びっぴりにしてるっていう意味じゃなくって、例えばもう分かると分からないとにかかわらずなんか英語の放送を聞いたりとか、もう映画を半分分かるんだか分からないんだけど、字幕なしで見てみたりとか、もうとにかく、いろんなことをやりました。外国語の勉強の方法ってなんかその人によって本当に人によってハマるのとハマらないのとあってですね、でこう集中力の続く続かないも人それぞれなので、皆さんもなんかいろいろなやり方を試して半分遊びでいいので、それで自分がうまく続けられて集中力が続く方法を、一つ二つぐらい見つけてもらって、それをこうコンスタントに続けていくっていうのはいい方法かなと思います。あれ、北門さんなんか声が聞こえてない？質問していただければと思います。話いただきます。講師認定 NPO 法人国境なき子どもたちよりパレスチナで活動されていらっしゃいます福上遥さんでございます。それでは福上さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。皆さん、私の声聞こえていますでしょうか？大丈夫ですか？本日パレスチナの東エルサレムの自宅からお送りしているんですが、ネット環境が悪くてですね、途中消えたりしたらすみません。すぐ戻るように頑張ります。画面共有をさせていただきます。画面見ていますでしょうか？大丈夫ですか？見えているかな？今日は国境なき子どもたち KNK の、代表としてお話しさせていただくんですけれども、団体のお話というよりは、私自身、今までどういうことを勉強して、どういうふうに仕事を選んできたのかっていう、こう、私にフォーカスを当てて、少しお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。最初にですね、海外に興味を持ったきっかけ
なんですけれども、まあ、大きく分けて3つあるかなと思っています。1つ目、幼少期ですね。父が日本人学校で教員をしていた関係で、幼稚園の時、ブラジルで過ごしていました。地元の幼稚園に通っていたので、人生で初めての友達も、それから初恋の相手もブラジル人でした。当時はそこまでこう、ブラジルとか海外っていうふうにこう、考えてはいなかったですけれども、日本以外の国っていうのはすごく意識していたと思います。小さいながらに。ただ、幼稚園までしかブラジルにはいなかったので、自分を帰国子女と思ったことは全然ないです。で、二つ目はですね、中学生の時に、まあ、これはたまたまなんですけれども、パレスチナに関する本を読んだのと、それから高校生の時にアメリカで同時多発テロがあって、まあ、その時にこうイスラム教徒だったり中東だったりっていうのに興味を持ちました。でそこで世界で今起こっていることを学びたいって思うようになったんですね。高校生の時の私は大学に進学する気はあんまりなくって専門学校に行きたいと思っていたんですけれども、この中東に興味を持ったことがきっかけで世界のことを学びたいと思って大学に行こうと思いました。で、大学生の時にケニアと出会うんですけど、大学生の時、中東に興味を持って、学びたいと思った私は、国際開発と国際政治が学べる大学に入りました。で、国際開発学部だったんですけれども、それから第二外国語でアラビア語が勉強できる大学でした。ただですね、まあ、今中東に住んでいるんですけど、アラビア語を大学で勉強したというのがちょっと恥ずかしくて言えないぐらい、アルファベットが読めるぐらいまでしか大学生の時にはきちんと勉強していませんでした。で、ゼミは国際政治と安全保障が学べるゼミ。で、これサークルはですね、大学に入ってすぐに仲良くなった友人がアフリカが好きな子で、でその子がアフリカに関するサークルを作ろうと一緒に入らないって声をかけてくれて、当時の私は中東には興味があったんですけど、アフリカには対して興味はなかったんですが、サークル作るなんてすごい大学生っぽい楽しそうっていう不純な動機でこのサークルに入ります。で、このサークルを通して当時大学にケニア人の留学生の先輩の方がいて、その先輩が春休みにケニアに一時帰国するから一緒に行こうよって声をかけてくれて、サークルの友人と、それからそのケニア人の友人と一緒に大学1年生の春休みに、ケニアに遊びに行きます。まあ、小さい頃ブラジルに住んではいましたけれども、それが私にとっての初めての海外旅行みたいな感じでした。で、その半年後ですね、大学2年生の夏休み、今度は一人でケニアに遊びに行きます。で、この2回ケニアに行ったことで、私はこう学びたい、世界で起こっていることがどういうことなのか学びたいっていうよりは、自分で現地に行ってみたい、現地に行って現地の人と話してみたい、現地のご飯を食べてみたい、もっといろんな国を見てみたいっていうふうにですね、こう世界に行ってみたい、行ってみたいっていう興味がこうどんどん湧いていって、大学3年生の秋から大学4年生の春というか夏前ぐらいまで、約7ヶ月ちょっとですね、インドと中東と、それからアフリカ、東アフリカと南部アフリカを回る旅に出ます。で、そんな大学生活を送っていました。ここに書いてあるような、この留学だったりとかインターンシップっていうのは、学生時代一切私はしていません。で、旅先から、日本に帰ったのが大学4年生の、夏頃だったんですけれどもその時にですね、周りの友人たちはもうみんな就職先が決まっていて、私も早く就職先を決めないといけないと思いました。で、その時に考えたのはすみません、止まっちゃったかな、大丈夫かな、すいません、画面が一回停止します。その時に
仕事をしようと思って思ったことは、あ、大丈夫かな、ちょっとすいません、もう一回画面を共有します。はい、正社員として働きたいっていうのと、アフリカで働きたい、先から日本に帰ってですね、もうアフリカで頭がいっぱいだったんです。どうにかして日本の企業に勤めながら、アフリカで働けないかなって思っていました。それからすぐに海外に行きたい、仕事で5年6年日本で働いて、そこから海外に駐在になるのは嫌だなと思っていました。で、その時就活サイト、まあ大学生が一般的に使う就活用のサイトでアフリカってキーワードを打ったら引っかかった会社がこの株式会社トネンジニアでした。でここはですね、まあ、主に ODA で、移動掘削を途上国でやっている会社だったんですけども、会社に電話をかけたところですね、もう新卒の募集はしていないんですって言われてしまったんですけれども、強引に会社訪問のお願いをしてですね、会社訪問をさせていただいて、で会社でお話を聞いた時も、新卒の募集はもうやっていないんですって言われてしまったんですけれども、その日何も言われていなかったのに、履歴書は持って行っていて、履歴書にできれば 目だけ通していただけませんかって言って会社にポンって置いて帰ったんですね。そしたら新卒の募集を行っていないって言われたんですけれども、まあ、後日面接をさせていただくことになって、で面接をしました。面接ですね、役員3名と私の3対1だったんですけど、圧迫面接って思うぐらいすごいこう強くてですね、3人の役員の方たちが、君なんでアフリカで働きたいのとか、まあ、質問もあったんですけれども、君が思っているほど甘くないよとか、女性が一人で行って活躍できるぐらい井戸の現場って甘くないよっていう、結構言われてすごく、もう面接ダメかなと落ちたなって思ったんですけれども、なぜかその後採用していただきました。で、入社してから聞いたんですけれども、大正時代から続く会社だったんですけど、大正時代から続いて海外での経験もすごくたくさんある会社の中で、私が初めて、女性で海外要員として採用した社員だったそうで、まあ、社員の中でやっぱりこう女性を採用するのは難しいっていう意見と、まあ、今の時代男性女性言ってられないから、ちょっと彼女雇用してみようよっていう意見と分かれていたみたいです。それから面接ですごい怖かった役員3名はですね、入社してからものすごく優しくって、面接の時には私のことを試していた、この子本当に海外でやっていけるかなっていうのをこう知りたかったっていうのを後から言われました。で、新卒で、このエンジニアという会社に入社するんですけれども、最初はですね、まあ、建設会社、掘削を専門とする建設会社なので、国内の建設現場で勉強してこいって言われて、施工管理の補佐として建設現場で作業員として働いていました。この写真はですね、入社してすぐ石垣島の温泉掘削の時の現場の様子なんですけれども、本当に作業服着てヘルメットかぶって、この写真ないですけど、腰には安全帯っていうベルトを巻いて、そこに工具を10個ぐらいぶら下げて、コンクリートかぶったり泥かぶったり、本当に文字通り汗水垂らして炎天下 の作業員として働いていました。当時大変だったのはですね、まあ、とにかく肉体労働なので、私体力にはすごく自信があったんですけれども、それでもやっぱり炎天下の中外で肉体労働するっていうのが本当にきつくってですね、これが本当に海外につながるのか、こんなことはいつまでつながるのかっていうのは、まあ大変ではありました。まあ、やりがいはやっぱり建設会社の一番のやりがい、地図に残る仕事ということですね。渋谷の光家は、杭の、建設に関わったんですけれども、完成を見ないまま私は海外駐在になるんですが、海外駐在から一時帰国した時に、その完成した渋谷の光家っていうの大きなビルなんですけど、見た時に渋谷の真ん中で号泣しました。っていう、
国内で約2年弱働いた後、ケニアのナイロビにありました東アフリカ支店に駐在になります。当時の仕事内容はこんな感じなんですけれども、一番やっていたのは周辺国事業の広報業務です。周辺国で主に ODA の水色の掘削だったりだとかあとは港湾、港の補修作業、日本の ODA ですね、JICA と一緒に働く仕事、南アフリカ、南スーダンとか、ルワンダとかタンザニアとかエチオピアっていう周辺国でやっていたので、ケニアって東アフリカの中では一番発展していて、大きな港もあって大きな国なので、海外から資機材をケニアに1回輸入して、それを輸出、周辺の国に輸出する、そういう通関業務をやったりだとか、国内でセメントだったり鉄筋を買って周辺国に送るっていう仕事をしていました。で、この右側の写真は当時のケニアの同僚たちなんですけれども、現地スタッフがいましたので、労務ですね、彼らの、勤務を管理して給料を払うような仕事もしていました。それから、日本企業の駐在員で、ケニアはですね、日本企業が結構いくつか入っているので、そこの商工会、日本人商工会、それから日本人会にも、企業の代表として参加して、イベントのお手伝いをしたりだとか、情報交換をよくしていました。当時大変だったことはですね、社会人2年目だったんですね、ケニアに行った当初。で、ケニアに赴任した当初は、日本人の上司が一人いたんですけれども、一緒に働いていたのが2ヶ月、3ヶ月ぐらいですかね。上司は別の国に移動になって、日本人一人になったんです。で、社会人2年目でケニア駐在で、ケニア人スタッフを抱えて、働くとか仕事もよく分かっていない状態で、海外で日本人一人で働くっていうのは、すごく大変でした。それから、ナイロビは治安が悪かったので、治安に気を使うこともすごく苦労しました。ただ、自分にとって初めての駐在だったのと、日本以外の国はどこも危険だっていうふうに思っていたので、その当時ケニアが特別、ナイロビが特別危険な場所っていうふうに思っていなかったんですね。海外だから危険って思っていました。その後、数カ国住む中で、当時のナイロビの治安の悪さって本当にダントツだなと後から気づくんですけれども、当時のやりがいはですね、私海外で働きたいっていう動機が、その国で働いてみたい、ここに住んでみたい、それからここの国の人たちと働いてみたい、この国の人たちがどういうことを思ったりどういうふうに仕事をするのか見てみたいっていうのが私の動機なので、ケニアで働くことでその夢が叶ったというか、ケニア人と一緒に働ける。それだけでやりがいでした。で、ケニアにはですね、1年半住んだ後、タンザニアに移動して、またその後戻って1年半、2年間か、合計3年半ぐらいいました。ケニアから横飛びした先が、タンザニアです。タンザニアの、ムワンザ・マラというビクトリア湖湖畔の、場所でですね、給水事業、これは日本の ODA で水井戸を掘る、事業でした。当時の仕事内容こんな感じです。ここはですね、本当に工事現場の現地事務所という感じなので、私の主な仕事は工事の進捗を管理して、それを、コンサルタント会社、それからその上にいる JICA に報告するという仕事でした。で、時には作業員として現場に行って、本当にまたヘルメットかぶって作業着を着て現地の人と一緒に土木作業をするようなこともありました。で、当時大変だったことはですね、本当にここを、村としてはタンザニアの中では大きいんですけれども、すごく田舎 で上司とそれからコンサルタント会社の社員と共同生活をしていたんです。家と事務所が一緒で、さらに共同生活をしていたんですね。本当に素敵な上司と素敵なコンサルタント会社の社員だったんですけれども、朝ごはん一緒に食べて、午前中一緒に仕事して、お昼ごはん一緒に食べて、午後一緒に仕事して、晩ごはん一緒に食べて、
それなんか晩酌、お酒飲みながらカラオケ大会夜中までやったりとかして、楽しかったんですけれども、こうずっと一緒のメンバーっていうのは、まあ自分のプライベートな時間がなかなか持ちづらくて、大変なことでもありました。それから工期の遵守ですね。まあ、あの建設現場なので、工事が遅れれば遅れるほど会社の赤字になってしまう。で、井戸って掘ってみないとそこに水があるかどうかってわからないんです。あのこの写真の左上ですね。これは電気探査といって、地下に電気を通して、水脈があるところを探している様子なんですけれども、これ一応 やってからもちろん掘るんですけれども、実際に掘ってみないとわからないことが多くって、あの水脈だと思っていたのが、ただの水たまりだったりして、井戸としては使えない、すぐにこう、干上がってしまって、掘ってみないとわからない中で、工期を守る、会社に赤字を出さないというのは大変なことでした。当時のやりがいはですね、現場にいることですね、ODA 事業、まあもちろん外務省がいて、JICA がいて、その下にコンサルタント会社がいて、で、私たちのような施工会社があるんですけれども、もうとにかくずっと現場にいて実際に井戸を掘っているのは私たちだっていう自負がありました。で、2つ目の安全な水を届ける誰かの人生を変える仕事っていうところなんですけれども、本当にですね、水がこうバーって出た瞬間、井戸をこう掘っていると村の人たちがどんどん集まってくるんですけど、水がバーって出た瞬間に村の人たちがすごい歓声を上げてくれるんですね。その時のこう村の人たちの笑顔とか歓声を多分私はずっと忘れることはないと思います。一番のやりがいでした。でよく上司が言ってたんですけれども、まあ水汲みっていうのは特に子供だったり女性の仕事で、皆さん一日にですね、本当片道何キロも歩いて、この重いバケツに水を入れてですね、往復するんですね。そうすると子供が例えば学校に通えなかったり、女性はもう本当に水汲みだけで一日が終わってしまう。で、そういう水汲みばかりしている人の人生を変えられる仕事なんだよっていうのは、その時一緒に働いていた上司がよく言ってくれていました。で、タンザニアには1年ぐらいいました。で、合計4年半、東アフリカ、ケニアとタンザニアにいる中で、ずっとこの場所にいたいな、ずっとこの仕事したいなっていうふうにも思ったんですけれども、思う一方で、もっと別のところにも行ってみたい。全然違う仕事もしてみたい。と思って、今度はですね、NGO で働いてみたいと思うようになります。で、その前にですね、ヨルダンに旅行に行っていたことがあって、それからシリアにも、今の紛争前に旅行に行っていたことがあって、ヨルダンで働きながらシリア難民に関わる仕事ということで、国境なき子どもたちのヨルダンのポストに応募しました。これはですね、もうヨルダンに派遣される派遣員としてのポストだったので、最初からヨルダンに入るために応募しました。当時の仕事内容ですね。ザータリ難民キャンプというシリア人の難民キャンプの公立学校にて音楽、演劇、作文の授業を行っていました。私の主な業務は助成金をいただいていたので、そこに申請書や報告書を書く。それから先生たちと一緒に授業を考えたり、実際に授業をモニタリングしたり。それからこれはどこの国でも一緒ですけれども、スタッフの勤怠管理や会計業です。大変だったことはですね、まあ、30人、一番多い時で30人のヨルダン人のシリア人の先生たちと一緒に働いていました。まあ、人数が多いのでチーム内でいざこざがあったり、喧嘩があったりもして、そういうのをまとめるのは大変でした。やりがいはですね、まあ、子どもと関わる仕事、学校で授業を提供していたので、まあ、子どもたちの楽しそうな姿というのは本当に何よりもやりがいです。それからですね、当時一緒に働いていたシリア人の先生たちは、彼らも難民として難民キャンプで、住みながら働いている先生たちだったんですけれども、まあ、彼女たち、彼らたちの働く意欲、それからシリア人のこの難民の子どもたちに質のいい教育を届けたいというそういう意欲、それはすごく
感銘を受けましたし、私のやる気モチベーションにもつながっていました。で、ザータリー難民キャンプ約2年間働いた後、現在おります、パレスチナに移動になります。2017年の12月から来ていて、ちょうど今3年ちょっとですね。ここでは、今住んでいるのは東エルサレムなんですけれども、仕事をしているのはパレスチナ自治区ヨルダン川西岸のジェリコという世界最古の町、それから世界一番標高が低い視界のすぐそばの町なんですけれども、そこで音楽、美術、演劇、心理ケアの教員研修を行っています。それから子ども支援センターといって、日本の児童館のようなところで、活動を提供しています。それから、保護者向けのワークショップも開催しています。で、ここでの私の業務はヨルダンにいた時とほとんど一緒です。ここでもですね、助成金をいただいて仕事をしていますので、事業を回していますので、申請書や報告書を書いたりだとか、あとはですね、関係者がすごく多いんですね。教育省だったり、ジェリコ市役所だったり、それから実際に研修を行ってくれる講師の方が所属する団体だったり、関係者がすごく多いので、そういう調整業務を担当しております。それから実際に研修や子ども支援センターでの活動、それから学校で先生たちがどんな授業を行っているか、モニタリングも行います。と、同じく現地スタッフの労務ですね、勤怠管理をして彼女たちにお給料を払ったり、契約書を作ったりだとか、そういう仕事もしています。大変なことは多くの関係者がいる中での業務と書きました。今まで4カ国で働いて、パレスチナ4カ国目なんですけれども、今まで働いた3カ国はですね、一緒に働く人たちはほとんど全員自分の、会社の人、あるいは自分の子会社の人たちだったんですね。なんですけど、パレスチナでは KNK のスタッフは、この右下の写真に写っています、私の他に3人のパレスチナ人がいるだけで、他に関わっている一緒に働いている人たちは皆さん別の組織の方たちなんです。教育省だったりジェリコ市だったり。で、そうなると仕事の仕方でこう意見が分かれた時に、こう何度も何度も話し合いが必要になってしまったりだとか、あるいは働いてくれない、別の組織の方が働いてくれない時にどうやって働きかけたらいいんだろうとか、そういう大変さっていうのが初めて私は4カ国目にして体験しています。ただ一方で、それがやりがいでもあります。関係者の方が働いてくれなくて困ることもあるんですけれども、関係者の方にすごく逆に励まされたり、いろいろ教えていただいたり学ぶことが多くって、そういうふうに私にとって大切な存在になっている関係者もいますし、同僚たちがですね、本当に素敵なこの3人の女の子たち、すごく優秀で、講師ともに仲良くしているんですけれども、やる気があって、いろんな意見を出してくれて助けてくれて、そういう同僚たちの存在はすごく大きいです。私が海外で働きたいと思うそのきっかけが、この国に住みたい、この国の人たちと働いてみたいっていうのがきっかけなんですけれども、今までの4カ国ですね、どの国でもすごい同僚には恵まれて、楽しく仕事ができています。で、事前に質問をいくつかいただいているので、ちょっとお答えできればなと思うんですけれども、学生時代にすべきことって何ですかって、さっき穂積さんの時にもご質問がありましたけれども、あくまでこれは私の経験です。私は本当にその留学とかインターンシップとかボランティアとか一切何もしなかったので、もう自分を肯定するようですけれども、特に絶対これをやらなきゃいけないっていうことはないと思います。で、1社目ですね、私が入社した新卒で入った会社、トネエンジニア、当時ですね、大学4年生の時に私の周りの友人たちは結構その内定先の会社から課題が出されていたり、研修があったり、もう大学生のうちから結構いろいろなこと皆さんやっていたんですね。でも私の会社、私が内定をいただいた
去年でには一切そういうことを言ってこなくて、ちょっと私は逆に不安になってしまって、何かやるべきことありますかって会社の人に聞いたんです。そしたら、その会社の当時の担当者の方が、入社してからたくさん学んでもらいますけれども、あなたは今学生ですから、大学の勉強を頑張って友人と楽しく過ごしてください。それがあなたが今やるべきことですって言ってくださって、入る前からなんていい会社だろうって私は思ったんですけど、なので今、私から皆さんに言えるとしたら、まあ、学生時代は本当に今できる勉強を頑張って、それから友達とたくさん楽しく過ごしてください。で、海外で働きたい動機は先ほど言いました通り、この国に住みたい、この国の人たちと一緒に働きたいっていうのが私の動機で、まあ、よくこの業界にいる方たちと話を聞くと、小さい頃からアフリカに興味があってとか、困っている人を助けたくてとか、貧困問題に取り組みたくてっていう素晴らしい思いを持って業界に入ってきている人がすごく多いと思うんですけれども、もう私はですね、本当に自己中心的に自分がやりたい、自分がやりたいっていう旅の延長のような感じです。それぐらいのこの、なんて言えばいいんでしょうね、低い目標でもやっていける世界だと思います。言語に関して、これもですね、全く自慢できることではないんですけれども、私は本当に未だに英語もきちんと話せるレベルにありませんし、アラビア語を第二外国語として大学でやっていましたけれども、中東5年目にして恥ずかしいぐらいしか話せません。それでもなんとかやっていけます。特に英語圏以外で仕事をする場合、もちろん職種にもよると思いますが、例えば翻訳とか通訳とか、英語でレポートを毎日書かなくてはいけないような仕事だと別だと思いますが、私のようにこう事業を回すような立場の場合ですね、自分の言語力、語学力よりも、通訳をしてくれる方と自分との信頼関係の方が大きいと思うんですね。例えば今、パレスチナで私が仕事をしていますが、教育省の方とお話をするときに、私が英語で説明したことを現地スタッフが英語からアラビア語に訳してくれるんです。この時私が 50% の説明をしただけでも、彼女が私のことをよく分かっていて、事業のことをよく分かっていれば、彼女がそれを 120% に訳してアラビア語に話してくれるんですね。それで足りるんです。なので、もちろん言語語学はできたら、もちろん問題なくできるに越したことはないと思いますが、できないからといって諦める必要はないと思います。で、二つ目、企業と NGO と書きました。一つ目も中小企業で、今いる NGO も小さな、団体なので、まあ、その良さは、いろいろな業務を、とにかく広い業務を、まあ、一つは浅くても、専門性は身につかなくても、いろんな広い業務をやること、それからこう、自分が関わっている事業がこうバッと見渡せる、全部をこう自分の手の中に入れられることかなと思います。それから海外での生活、あるいはコロナ禍での海外の生活についてもいくつか質問をいただいていたんですけれども、まあ、海外での生活、合う合わないはあると思います。ただどこの国に行っても日本食ってよっぽど田舎に行かない限りはお醤油ぐらいは手に入りますし、現地の友達あるいは現地の人たちと楽しく私は過ごしています。でコロナ禍でですね、特に去年の今頃は家の街を歩いていてチャイナとかコロナとか声をかけられることが結構ありました。で、まあ、身体的に何か攻撃を受けることは私はなかったんですけれども、まあ、コロナっていうのは本当にストレスになるぐらい言われはしたんですが、今まで住んだ4カ国ともですね、単語は違えど、まあ、性的なものも含めて街を歩いてて何かバッて言われることって結構あったんですね。で、まあ、それがその単語がコロナになっただけかなと思って、そういう人を相手にしてもバカバカしいので聞き流していました。で、最後になります。現地スタッフの存在、本当にいつも支えてくれているのはもちろん日本の本社、日本の本部の社員もそうですけれども、まあ、私にとって海外生活、海外勤務の一番の醍醐味はこの現地スタッフの存在かなと
思います。仕事も一緒にして、結構プライベートでも仲良くなることが多いんですけれども、その国を離れた後、例えばケニアとかタンザニアの、で、未だに連絡をくれるのは当時の一緒に働いていたスタッフだったりします。はい、すいません、ちょっと時間がギリギリになってしまいましたが、こんな感じです。ありがとうございました。福上さん、ありがとうございました。はい。5分程度まだお時間ございますので、今から質疑応答の時間とさせていただきます。質問いただいておりますので、ご紹介いたします。おそらく海外に行かれる前のお話についてなんですが、海外につながるのかわからないお仕事をされている中で、当時、福上さんのモチベーションを支えるものは何でしたかという質問が来ております。お願いいたします。そうですね。海外に行く要因として会社は私を採用してくれたっていう、それですね。いつかは行けるっていう。で、会社の人たちももうたびたびケニア行きたい、アフリカ行きたいっていうのをもう鬱陶しいぐらい言っていました。私いつ行かせてくれるんですかって、鬱陶しいぐらい言っていました。多分、会社としてはもう本当福上うるさいから早くケニア行かせろみたいな感じで、行かせてくれたと思うんですけど。いつか行けるっていうようなモチベーションにしていました。ありがとうございます。続いての質問ですが、先ほども街を歩いていると、まあ、嫌な言葉をかけられる時があったりっていう話があったと思うんですが、国際協力のお仕事で本当に活躍しようとなると、女性にとって結婚や出産との両立は難しいと思われますかというご質問があるんですが、やはり女性特有の難しさっていうところがもしあれば教えていただければと思います。そうですね。出産や結婚や出産に関して私も35歳独身子なしなので、アドバイスできることは何もないんですけれども、街を歩いてて女性だからこう変な言葉をかけられやすいというのは絶対にあると思います。男性よりも男性の友人と話していて、そんなこと言われるのってこう日本人の男性あるいは外国人の男性からびっくりされることがありますね。それから今まで行った4カ国はアジア人の私だから言われているっていうことも多分多かったと思います。コロナ前、コロナ前ですけど、例えばヨーロッパ人の、友人と話していて、そんな変なこと言われたりしないよって、そんなこと言われるのあなたはってびっくりされたようなことはあります。ただもう本当気にしていたらキリがないので、気にしないか、あるいは現地の言葉でちょっとこう、クールな冗談っぽい返せる言葉を友達から聞いて何か言われた時にバッて返したりしています。はい、ありがとうございます。では最後の質問にさせていただこうと思うんですが、海外で働いていて食べ物が食べられないですとか水が飲めない、トイレがない、また病気になって大変だったなど、私生活で困ったことなどありましたか、辞めたいと思ったことありましたかというご質問が来ております。はい、ですね、食事に関しては私多分これは本当持って生まれたものだと思うんですけれども、結構何でも食べられるんですね。お腹弱くてすぐお腹を壊すんですけど、結構何でも食べられるのと、結構何でも、まあ、バカなんでしょうね、結構何でも美味しく感じてしまうのであまり困ったことはないんですね。それから生活に関しては、特にタンザニアの、井戸掘削の現場にいた時は本当に井戸が必要なところなので、そもそも水がないんですね。で、村でトイレとかももちろんなくって、もう現場に 何時間もこういると、もちろんトイレに行きたくなって村 のお宅に行ってですね、男性はみんなそこら辺でしてるんですけど、やっぱそういうわけにはいかないので、村のお宅に行ってですね、ちょトイレ貸してくださいって言って、どうぞどうぞこっちですって通された先がただのトウモロコシ畑だったりとかして、ここがトイレですねみたいなことがあったりだとか、あと本当泥だらけになって、現場から、現場がですね、すごい広くって、片道5時間が一つの事業地の現場だったんですね、タンザニアにいた時に。そうなると、現場近くの村のホテルに泊まって、寝泊まりしながら働くことも結構あったんですけど、
泥だらけになって帰って、ホテルに帰ったら、洗面器一杯の水をもらってですね、はい、これがシャワーです、みたいな。髪も洗えないよっていうようなことがあったんですが、まあ、水井戸を作る仕事で、水のことで文句を言ってはいけないなって思っていたのと、あと、役員面接の時にですね、海外で君やっていけないだろう、女性だから大変だろう、そんな長い髪で海外なんていけないよとか言われた時に、できます、できますってこう言ってしまったので、できる、できると思ってやっていました。中東、ヨルダン、パレスチナに関しては、例えば水がないとかトイレがないとか、生活面で困ることはそんなにないです。久我美さん、ありがとうございました。ではですね、最後の講師のご紹介をさせていただきます。最後にお話しいただく講師ですが、国際連合世界食糧計画より現在イエメンで活動されていらっしゃいます増岡麻里さんでございます。それでは増岡さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、聞こえておりますでしょうか。増岡麻里と申します。現在ご紹介いただいた通り、国連 WFP 世界食糧計画のイエメン事務所というところで仕事をしています。私はですね、WFP に入ったのは2014年になるんですけれども、その時はミャンマー事務所から始めて、アジアのミャンマーですね、そこから、ローマ本部に移って、ローマ本部の後にナイジェリアの、ラゴスという事務所、サブオフィスなんですけれどもに移って、現在はイエメンになります。イエメンについて今2年ほどになります。今日はですね、せっかくこの機会をいただいたので、皆さんのお役に立てるようなお話ができたらいいなと思うので、どんどん質問もしていただきたいですし、何か質問に思うことがあったらぜひ聞いてください。高校生と大学生の方が8割ということですので、そういった内容でちょっと用意しているんですけれども、もちろんいろんな質問も待ってますのでよろしくお願いします。まずですね、スクリーンをシェアさせていただきます。映ってますね。大丈夫でしょうか。はい。まずですね、私今回は最初の25分30分ほどでまず私の話をさせていただいて、そこからできるだけたくさんの質問を受けられたらいいなと思っています。私の内容に関してはまず WFP 国連世界食糧計画について、イエメンのオペレーションでしたりとか、私の経験仕事でしたりとか、そういうことを含めながらお話ししたいと思います。そして次に、海外で働く、国際機関で働くということに関して、なぜ WFP だったのか、あとは私のそのキャリアパスだったりとか、どんなふうに WFP に入ったのかということも踏まえてお話ししたいと思います。そして最後に、まとめにはなるんですけれども、今できること、私もですね、ずっと中学生、高校生ぐらいの時から、どうやったら海外で働けるんだろう、国際機関で働けるんだろうっていうふうに悩んでいた一人だったので、もし皆さんが今同じ悩みを持っているんだったら、すごく気持ちがわかるんですね。なので、私が今振り返って10代だったら、大学生だったらどんなことをしようかなっていうことを、踏まえて、今できること、今考え始められることをお話ししたいと思います。ではまず WFP に関してお話ししたいと思います。ちょっとですね、紹介のビデオがあるので見てください。少し古い数字になってしまうんですけれども、後で訂正したいと思います。
ありがとうございました。ちょっと古いビデオなので、数字が若干古いんですけれども、現在ですね、飢餓に苦しむ人数は9人に1人、そして WFP の支援は80カ国で、大体1億人の人に対しての支援を行っています。皆さん、ちょっと作りに行きますね。ですね、ご覧いただいた通り WFP はさまざまなオペレーション支援を行っているんですけれども、 WFP というのは国連の機関の一つです。で国連というのはですね、さまざまな、ご存知の通り、さまざまな機関がいろんな問題を解決するために、いろんな組織があるんですけれども、それぞれに特化した、問題に特化した組織があるんですね。例えば、子どもの問題だったらユニセフ、難民の問題だったら UNHCR、非常にざっくりした分け方ですけれども、WFP はその中でも特に食料支援ということに特化した、国連の機関になります。ですね、国連の中では最大の人道支援の機関になります。で現在はですね、飢餓ゼロ、お腹のすく人がいないようにという目標を掲げて、世界80カ国でさっきも申し上げた通り1億人ぐらいの人に支援を行っている団体なんですね。で実際にじゃあ何をしているのかというと、内戦や自然災害で、お家だったり畑だったり、つまり食料へのアクセスを失った人たちに対して食料援助をする機関です。で食料援助といっても、ただ食料を配るというだけではなくて、その他にも食料の安全保障、食の安全保障に関わるさまざまなオペレーションをしているんですね。例えばビデオにも出てきましたけれども、栄養支援、子どもや妊娠中のお母さんに対する栄養支援、それから学校に通う子どもたちへの給食支援、これは子どもたちが給食を配ることで学校に来てくれるようにという逆の教育支援の意味もはらんでいます。であとはですね、人々の生活を支えるような、生活支援というのもあります。これは道路を作ってもらったり、また女性に裁縫などのトレーニングに参加してもらうことで対価として食料を配るというプログラムがあります。あとはですね、最近特に多いんですけれども、私たちの間では CBT、 キャッシュベーストランスファーと呼んでいるんですが、現金の支給支援があります。これはですね、食料ではなくて現金を代わりに配るということなんです。それでって思われるかもしれないんですけれども、市場が機能している限り、そこにマーケットは存在して、物の食べ物の流れというのは存在するので、でマーケットというのは自然災害でも内戦でも非常にやっぱり強いものなんですね。なのでその復興が始まった時にマーケットが立ち上がってくるのは、それは一つのサインなんです。この国が戻ってきているなっていうサインなんですね。そのため、そのマーケットができてきたエリア、マーケットが機能している国に関しては現金の支給をすることで、その現金を、物の購入にみんなが使うと、そういうことで現地のマーケット、市場の底上げ、そこに対しても効果を波及させていこう、そういう狙いがあるので、現在はその現金支給というのも行っています。で現在はですね、今ちょっとスクリーンご覧いただくとハンガーマップというのが出てると思うんですけれども、これは2019年のもので、ちょっと2020年のものがまだ出ていないんですけれども、世界の飢餓状況を表すマップになります。色が赤い方が深刻な飢餓状況にあるというマップです。でこれを見ると、どこが今一番危機的な状況にあるのかというのが分かります。WFP としては今特にシリアスな緊急支援として行っているのが、イエメン、シリア、ナイジェリア北部、南スーダン、DRC、コンゴですね、そしてサヘル、そして全体的なコロナ、COVID パンデミックへのリスポンスということになります。では、ちょっとこの地図をせっかく今利用させてもらっているのなんですか、見てもらっているので、イエメンのことを少し話したいと思います。イエメンというのはここにあります。はい、この端っこですね。
全然見慣れない聞き慣れない国かもしれないんですけれども、日本でもニュースになることはあんまりないかと思うんですけれども、今ですね、その WFP の中でも最大の規模でオペレーションを行っている、今一番世界最大の緊急事態と言われている国になります。でなぜそういうふうになってしまったかというと、長引く内戦が背景にあります。今内戦6年目なんですけれども、その内戦は南北、イエメン の南と北の争いなんですけれども、そこにですね、サウジアラビアからの空爆が入ることによって、いろんな家だったり人々の命だったり学校だったり、まあ、はたまた物流だったり、そういうものが破壊されていっているんですね。なので、イエメンという国はそういう外的な要因もあって状況が悪くなっていて、今緊急事態に陥っているということになります。でこれがですね、ちょっと一応一例で、今のイエメンの町、これはホデイダという港町になるんですが、これ道に誰も歩いていないの、お分かりでしょうか。ゴミが散乱して、これはですね、一応戦闘のフロントラインなので、みんな逃げ出しちゃってるんですね。なので街がゴーストタウンのようになっていて、人がいないというような形になります。で今ですね、イエメンという国は大体そのイメージをちょっとつかんでいただきたいのでお話しすると、今、3000万人ぐらい人口がいるんですけれども、そのうちの2000万人が食料へのアクセスが難しいというふうに言われています。そしてその2000万人のうち、 WFP が支援を届けられているのは約1200万人です。1200万人と聞いて、どのぐらいかなって思うと思うんですけれども、これはですね、大体広島県の人口の約4倍以上です。東京都の人口よりも少し少ないくらい、そういうと広島県全体の4倍以上の人たちに、私たちはその食料を支援している。逆に言うと、そのくらいの人たちが今困っているということなんですね。でもちろん空爆があるので、今、民間機、いわゆる民間の飛行機は一切入っていません。なので、私たち WFP がメインになって、国連機というものを飛ばしています。で国連機で、イエメンの中に入って、人道支援者が、活動する、そういったような状況です。すみません、ちょっと英語のスライドになるんですけれども、一つずつ説明させてください。で次にですね、ではそのイエメンでどんな、オペレーションをやっているのかという話をしたいと思います。ですね、もともとそのイエメンが輸入に頼っている国なので、食料の供給が非常に不安定になりやすいんですね。なのでここまで規模が大きくなってしまったということもあるんですけれども、私たちがやっているオペレーションは大きく分けて3つあります。先ほど約1200万人、1300万人ぐらいの人に食料支援をしているというふうに申し上げましたけれども、この1300万人のうち、ここですね、この920万人、一番左ですね、が WFP の食料支援、パートナーを通しての食料支援によって食料を受け取っています。そして2番目が220万人の人が食料引換券、いわゆるバウチャーというんですけれども、を WFP から受け取って、それを食料配給所へ持って行って、それを食料と引換えるという方法で食料を受け取っています。そして3番目の320万人が現金の支援を受けています。でこちらはですね、一番新しい 最新の数字なので、あくまでも予定になるんですけれども、現在こ の現金の支給に関してはだいたい120万人の くらいの人が受け取っています。そしてその他にもですね、先ほど申し上げたことと重なりますが、栄養支援、子どもに特別な食料を配布する栄養支援、それから学校給食、子どもたちにスナックを配る学校給食、それから、道路の修復だったりとか、その対価として食料を配る生活のためのフードアシスタンスと呼ばれていますけれども支援があります。こういった、ざっくりとですけれどもオペレーションを私たちはイエメンで行っています。で今日はですね、私の仕事のことをメインでちょっとお話ししたいと思いますので、私の担当がこ の先ほどの2番目の食料引換券の支援というプロジェクトが今私が担当しているものになるので、このことをちょっと詳しくお話ししたいと思います。
食料引換券を持って、受け取った方が、食料配布所に行くというふうに申しましたが、これが食料配布所の一例です。WFP と、また、あと、協力してくれているパートナーとですね、一緒に、この配給所、アウトレットと呼んでるんですけれども、アウトレットを設立して、でそこに、私たちがお願いしているサプライヤーが、食料を持ってくると。でそこに、非役者の方が来て、食料を引き換えていくというシステムになります。でサプライヤーの方が物を持ってくるというふうに申し上げましたけれども、これはですね、WFP が、現地の強力なサプライヤーの方にお願いをして、協力要請というか契約を結んで、その現地のサプライヤーの方が、物資の調達、輸送、そして、ここの、アウトレットに物を運んできて、で被益者の方々に配るという作業もやってもらっています。これはなぜかというと、 WFP がやるだけではアクセスが、例えばセキュリティの問題で届かないところとかがあるんですね。でそういったところに対してのアクセスが、現地の彼らであれば行けることもあります。でまたですね、私たちがサプライヤーにお願いすることで、現地の雇用の創出であったりとか、その市場の活性化に少しつながっていくので、まあ、そういうことも含めてサプライヤーと一緒に働くようにしています。そしてこれがですね、はい、1人が受け取る食料の量です。人々はですね、この、写真に写っているのが小麦なんですけれども、だいたい小麦を75キロぐらい、あとお豆と塩、砂糖、そして油ですね、生活とか、あとカロリー摂取に最低限必要なものがベースなんですけれども、そういったものを配っています。で彼らにとってやっぱり何よりも大事なのは日々のパンなんですね。でイエメンでは小麦粉でですね、平べったいパンを焼いて食べるので、それに適した小麦というのを、配っています。そしてこれが、はい、皆さんが食料を受け取っているところの写真です。ちょっと見にくいんですけれども、青い紙が段ボールの上に引いてあるかと思うんですけれども、これがいわゆる食料引換券です。でこれをですね、女の人が黒いアバヤという民族衣装を着ている女の人がいると思うんですが、この人が持ってきて、でそれを手前側のサプライヤーの人たちが、本当にこの人で合っているのかと、彼女が持ってきた ID と一緒に、それを比較して、で、それが合えば、配布するという形になっています。なので一口にですね、食料を配布するといっても非常に大きな、いろんな作業が必要になるんですね。例えばこれはもうよくある問題になるんですけれども、違う人が持ってきてしまったりとか、一口にそのちょっとごめんなさい、電源が切れそうなので今ちょっと入れさせてください。申し訳ありません。ありがとうございました。一口にですね、食料を配るといってもいろんな作業がその発生するんですね。その人が、本当に正しい人なのかどうかということだったり、あとは何回も来てしまう人もいるので、まあ、そういったレジストレーションの徹底だったりとか、いろんな作業が発生します。そういったことを一つずつクリアしながら、こういった配布作業を続けています。私これちょっと中にいるんですけれども、あとですね、 WFP の大切な仕事はモニタリングになります。やはりサプライヤーに依頼しているといっても、ちゃんと仕事をしているのか、配っている食料のクオリティですね、その品質に問題がないかどうか、そういったことをですね、ちゃんとモニタリングしないといけないので、まあ、そういったセキュリティの問題も含めて、このモニタリングが非常に大きな問題、もしくは挑戦というふうになっています。これがサプライヤーとの会議の様子ですけれども、まあイエメンの国では、イエメンという国では、いろんなサプライヤーが都市ではまだちゃんと活躍しているんですね。なので、そういったサプライヤーたちと入念にミーティングを重ねながら、この問題はどうしよう、この問題はどうやって解決しよう、そういうことを一緒に話し合って解決していきます。
で、オペレーションのですね、困難、こういった仕事をする上でのちょっと困難についてお話しさせていただきたいんですけれども、まず空爆があるので、生活自体が脅かされるんですね。で、本当に私もイエメンに今ちょっと日本に一時帰国しているんですけれども、イエメンにいる間は空爆が何度もあります。中にはですね、こう寝ている時にこう窓が揺れて起きて、あ、やっぱり空爆かっていうこともありますし、その空爆の危機というのがあります。で、それですと生活が脅かされますし、あとはですね、物流網が断たれたりするんですね。先ほども申しましたが、道が塞がったり橋が壊れたり、そういうことで私たちの支援がなかなか思った通りにうまくいかない、そういったこともあります。あとはですね、やはり政府が一緒に仕事をしている政府がなかなか一筋ではいかないこともあるので、そういった政府に物流の封鎖をされてしまったりですとか、あとはこういった、ね、人道支援活動の攻撃があったりとか、あとはもしくは検問でトラック輸送トラックが止められてしまったりとか、いろいろなことがあります。もしくは、為替レートがかなり大きく変動するので、そうすると食料の価格が高騰しやすいんですね。で、それによって、人々が買う、食料の価格が上がるために困ったり、私たちの調達のコストが上がったり、そういった問題もあります。そして今はコロナの問題もありますので、いかに皆さんにですね、その混雑しないようにしてもらうか、それを分かってもらうことから始めなければいけないという挑戦があります。もともとですね、手を洗ったりすることすらもこう習慣としてなかなかないので、まあ、それをまず習慣にしてもらうことから始めたり、そのコロナの中でいかにこう一緒に、一つの目標に向かってルールをですね、柔軟に変えながらオペレーションをやっていくかということが非常に大きな挑戦になっています。ただやはりこんなコロナの中ですけれども、コロナの前からでも非常に難しい、状況にある国ですので、コロナがその困難の一つとして加わりましたけれども、私たちの中ではもう困難はずっと続いているという認識なんですね。なので、ただその中でも将来を見据えた基盤作りだったり、モニタリングを強化したり、その国の将来につながるような、そういった支援ができるように、今日々その状況の変化に対応しているところです。で、一つ私たちが一番その気にかけているのはやはり子どもたちのことなんですね。なぜかというと、子どもたちが栄養失調に陥って一番の大きなリスクというのは、もちろん彼らそのものの人生とか栄養状態もあるんですが、その国の未来を担う人材がいなくなってしまう可能性があるということなんです。子どもが栄養失調に陥ると、特に大事な最初の頃に子どもが栄養失調に陥ると脳に障害が残ったりすることもあるんですね。で、そうすると、その子たちが大きくなった時、国を担う人材になった時に、きちんとご活躍できる人たちがいるように、教育だったり栄養状態だったりっていうのをしっかりこう私たちが支援できればという、そういった使命もあります。では、ちょっとイエメンの話はこれくらいにして、次に海外で働く、国際機関で働くということをですね、本当に私の個人的なことにはなりますが、私のですね、イエメンでの生活だけで、経験だけではなくて、今までのキャリアパスだったりも含めてお話ししたいと思います。ちょっとですね、ここからは皆さんとお話ししたいので、スライドはなくお話だけでしたいと思います。ちょっとシェアを止めますね、一回。はい。ですね、私のそのキャリアパスというか、今まで WFP に入るまでのことなんですけれども、ちょっと恥ずかしいんですが、一番最初のきっかけはですね、私、食べることが大好きなんですね。で、いつも食事の時間が楽しみでしょうがないっていう10代でした。まあ、それは今でもちょっと変わんないんですけど。なので、食べることが大好きで、その楽しみを知っていて、でも、まあ、そこが疑問の発生の瞬間だったんですね。でもそれができない人たちもいるんだなっていうふうに、中学生ぐらいの頃から思い始めた
のがきっかけです。でその頃にちょうどスーダンの飢饉があって、いろいろショッキングな写真だったりニュースが出たこともあって、あ、やっぱり世界には食事を楽しめない人たちもいるんだなっていうのがですね、私の出発点でした。それでそれは例えば私は食事をすることでお腹を空いたという痛みも分かるので、痛みの共有だったんですね。でそれが結局私にとっての一番最初の課題の発見になりました。あ、私はこの食料支援だったり、なんで食べ物がないんだろうっていう痛み、お腹が空いたなっていう痛みに寄り添っていきたいなと、まあ、できることは限られてるかもしれないけど、この問題を、解決することに協力できたらいいなというふうに思いました。でこれで私にその自分の人生の課題みたいなのを設定したんですね。どんな形でもいいと、海外に行ってもいい、行かなくてもいい、日本企業でもいいし、どこでもいいけど、もう何とかしてお腹が空くっていう痛みに貢献ができたらいいなと思いました。それでですね、高校生の頃に WFP の事務所に行ってみたり、まあ、自分でいろいろ調べたんですね。情報を収集して、どんな、関わり方があるんだろう、その問題のことはちょっと勉強しながら、これはどういうふうに飢餓って起こるんだろう、何が悪いんだろうっていうことを勉強したり、あとは関われそうな団体に対してちょっとアプローチしてみたり、本を読んだり、あとは大学でどんな勉強ができるのかなっていうことを調べたり、そういった情報収集を高校生の時にしました。で大学はそれをもとに食料援助だったり開発学っていうことを勉強したかったので、それができそうな大学に進学をしました。で大学時代はですね、先生も元国連でちょっと地域研究センターというところにいた先生だったので、その人にですね、どういう関わり方があるんですかっていうことを聞きながら、私は学部の勉強じゃなくて食料援助の勉強がしたいんです、開発学やりたいんですっていうふうに先生に相談しながら自分の勉強を見つけていったという形になります。なので大学の学部とかにはあまりとらわれずに、自分でやりたいことをちょっと頑張って探したという形になります。それで、私はですね、一回イギリスに留学に行くんですけれども、大学の在学中に、ちょっと大学の在学中にイギリスで開発学を勉強してたら、私開発学勉強しに来たのに、なんでイギリスにいるんだろうってちょっと思っちゃったんですね。でいても立ってもいられなくて、これは正式じゃないんですけど、まあ、知人のつてを頼ってケニアにちょっと行かせてもらって、でそこで一人でフィールドワークをしたんです。でいろんな NGO の人に会いに行ったり、キャンプに行ってみたり、日本企業の人に話を聞いてみたり、国連に行ったり、でそういう中でですね、ずっと興味があった WFP にも行ったんですね。でその時に初めて、あ、WFP って物流強いんだっていうことに気づいたんです。それはもう今から考えると、そりゃそうでしょって思うんですけど、食料を届ける仕事なので、やっぱり届ける、配達するということが強くないと、この組織では成り立たないんだなと思って、そこに気づいたので、その次に WFP が、その時現在で、パートナーシップを結んで仕事をしていた物流の会社を調べました。でそれで、その時ですね、一番ちょっと取引が多かった、大手の、海運の会社に就職しました。それで私は、その就職会社に就職して、よし5年で辞めて大学院に行くぞっていうふうに思ったんですね。でなぜ5年かというと、もうその時の私は WFP に行きたいと、もう絶対に WFP に行きたいだと思ってたので、WFP に入るための要件っていうのをいろいろもう情報収集してたんですね。でどうやら WFP、 いわゆる国連に入るためには大きく分けて3つ要件が必要だと。1つ目は3年から5年の職務経験、いわゆる、自分の専門性を作ること。もう1つ目は、2言語以上、国連の公用語で2言語以上を話せること。でもう1つが大学院の資格を持っていること、マスターですね、の資格を取って、この3つなんですね。それで、お、これはかなりの長期戦だぞと。だけど、とりあえず1つ目からやってみよう。
ということで、まずは、その会社に勤めて5年間勤めました。でそこでですね、一応あの海運の経験、物流の経験を積んで5年後に辞めて、そこからイギリスの大学院に進みました。イギリスの大学院では、総合、ごめんなさい、社会政策学と開発学というあのものを選択して、でそれをですね、あの勉強してマスターを取ったんですけれども、イギリスの大学院に行ったのもあの2つ理由があります。1つ目は1年でマスターが取れることで、もう1つ目は英語の鍛錬ですね。で私あのイギリスの大学に行った時はもう5年働いてたので、あの時間がないんだと思ったんですね。なのでゆっくりその例えば3年も4年もかけてマスターを取ってられないので、あのアメリカとかだと2年ですけれども、あの1年でもうしっかり勉強してマスターを取ろうと思いました。そのためにイギリスの大学院に進みました。そして、その後にあの私は、運よく WFP のミャンマー事務所に、ロジスティックスオフィサーとして派遣されました。これはですね、あの外務省がやっている HPC というあの広島ピースビルディングセンターというところがやっている派遣事業があるんですけれども、あの国内の研修を受けて UNV United Nations Volunteer というものがあるんですけれども、それとして派遣されるんですね。であのそれから私はだいたい1年半ぐらいミャンマーで過ごして、でそこから、JPO という外務省がまたやっているあのシステムがあるんですけれども、これはジュニアプロフェッショナルオフィサーといって、外務省が国連職員として2年間派遣してくれるシステムです。なので、外務省からお給料は出るんですが、所属としては WFP だったり、まあ、他の国連機関もあるんですけれども、になって2年間、国連で働けるというシステムです。でそれでローマ本部に勤務しました。でローマ本部では、まあ、あのそのロジスティックスオフィサーだけではなくて、あのローマの本部から調達だったりとか物流を見る仕事をしました。なので非常にマクロな視点から WFP のオペレーションを見る機会がありました。でその後にですね、ナイジェリアに移動しまして、ナイジェリアは現在緊急支援のオペレーションをしていますけれども、その、風上というかアップストリームのオペレーションを担当して、国に物が入ってきてから一番貧しいその困っているエリアへ物を届ける時のオペレーションを担当しました。でそのナイジェリアの後にイエメンに移動して今に至ります。であのちょっと今お話しした通り、ミャンマー、ローマ、ナイジェリア、イエメンとですね、全く異なる文化圏で、で全く仕事も異なるんですね。なのでひとえに WFP の仕事といっても非常にたくさんあるんです。なので、例えばロジスティックスオフィサー、サプライチェーン全体といっても本当にたくさんの仕事がありますし、例えば調達、例えば輸送、例えば倉庫、例えばマーケット分析、いろんな仕事があるんですね。で、プログラムのような仕事がしたいと思っても、それも本当にたくさんの仕事があります。なのであの自分の あのある意味専門性をこう見つけて、どういうふうに携わっていきたいかというのが、あの私の中ではその WFP で仕事をしてきた中では非常に大きなチャレンジだったなと思います。であの先ほどもちょっと申し上げた通り、違う文化圏、言葉、それから生活習慣なんですね。あの全て行った国先々で、アジアはアジアの生活習慣があるし、本部は本部 あのチャレンジがありますし、ナイジェリアもイエメンも全く言葉も違うし文化も違うと。でそこでその生活をして仕事をしていくっていうことが、私も最初はあんまり想像ができなかったんですけれども、やっぱり飛び込んでみて、本当にあの海外で働くということは、私にとっても相手を理解すること、そして一緒に問題を解決すること、これに尽きるなというふうに感じています。例えばですね、その相手を理解することの例の一つなんですけれども、例えばナイジェリアでは、あの話をしたり問題を解決するときに強く振る舞うことが必要なんですね。もう私が代表できました、私が問題を解決しますっていうふうに、本当に言葉の勢いも態度も強く、あることが求められるけれども、それはイエメンでは逆にすごく失礼である。
イエメンでは短期は恥なので、非常に失礼であるんですね。なので、まあ、そういった文化の違いを理解しながら、やっぱり私はその国のためになりたいと思って飛び込んでいってますけれども、やっぱりよそ者というか、やっぱり外国人なので、その国の文化をリスペクトして、相手のことを勉強して理解して、そして、相手にもできれば私のことを理解してもらって、お互いのいいところをできるだけ出し合いながら一緒に問題を解決していきたいということが一番強く感じていることです。で、海外で生活する中で思ったのが、その相手を理解することはやっぱり自分を見つめることだなと思ったので、私も日々国を変わるためにすごく思ってるんですけれども、相手を理解しようと努めることで、私も成長させてもらっているなと思っています。でなので、その変化の中にですね、自分を当てはめて、どうやって貢献していけるか、そしてどうやってみんなで問題を解決していけるかということが非常に重要になるかと思います。で、ですね、ちょっとお見せしたいのが、これが国連のパスポートなんですけれども、国際職員になって、国連職員になって働き始めると、この国連のパスポートで仕事をします。で、この国連のパスポートというのはですね、国籍が載ってないんですね。なので国籍のないパスポートと呼ばれているんですけれども、それぐらい国籍は関係なく、もうみんな地球人として一緒に仕事をしよう、一緒に問題を解決していこうよというのが、これの意図になります。なので、まあ、そういう異文化の中でも、そういった私も心持ちでできるようにやっています。すみません。あとは、最後に、ちょっと駆け足になってしまいますが、今できることというのをお話ししたいと思います。はい、すいません。それでは、私がですね、過去を振り返って、あ、これやっとけばよかったな、10代の時にって思うことを中心にお話ししたいと思います。まずはですね、何よりも課題の発見です。皆さん、いろいろな興味が、ご関心がおありだと思うんですけれども、やっぱり課題の発見というのは非常に大事だったなと私は思います。例えば、もう海外であっても、国内であっても、その課題に対しての寄与ができているという意識があれば、たまたま海外だったっていう、なんというか、アプローチが結構私は海外で働くときに向いているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、それはなぜかというと、非常にやっぱりいろんな困難が伴うんですね。海外で働くというと、いろんないい面もあるかもしれませんが、やっぱり大変ですし、家族ともなかなか会えないですし、いろんな自分の時間を犠牲にすることもたくさんあるんですね。で、その時に困難にぶつかった時に、やっぱり支えてくれるのが問題意識、そしてそれに対する情熱なんですね。私はこの問題に対して関わっていきたいんだ。で、その気持ちが結構私に至っては大事だったと思います。で、それに対するこう勉強を深めていくことが、結局はですね、仕事だったりとか、まあ、海外で働くということにつながったのかなと思うので、まずは課題を見つけることというのをお勧めしたいと思います。で、国連で働く、NGO で働く、海外で働くということはもう選択肢の一つ。を思っていただきたいし、で、その次にも伝わるんです、次にもつながるんですけれども、情報収集、これは行動にもつながるんですけれども、その課題を発見したら、それに対して何が、オプションとしてあるのか、その課題に関わるためにどんな仕事があるのか、どんな人が働いているのか、どんな専門分野があるのか、どんな組織があるのか、そういうことをですね、洗い出していく。で、これはですね、国際機関で働くというのは選択肢の一つというふうに申し上げましたけれども、それくらいたくさんオプションがあるんですね。関わり方は本当に千差万別で、もういろいろな方法があります。で、自分の興味だったりとか、専門分野だったりっていうことにもよって関わり方はまた変わってくるので、なので、この情報を集めるということ、
ことはすごく大事です。もうできるだけ集めるという意味では多くなくても大丈夫なんです。ただ自分のできる範囲で、情報を集めるということは将来の自分の力にもなりますのでお勧めしたいと思います。そしてですね、自己分析、これは私今も必ずやっている非常に大事なことだと思うんですけれども、さっきの、情報収集とかにもつながるんですが、自分は何をしてたら幸せなのか、そして、何が得意なのか、何だったら喜んでできるのか、そういうことをですね、常にちょっとこう探してみる、見つけてみるということをですね、やっともっとやっといたらよかったなというふうに思います。で、というのは、自己分析をすると、その自分にとって大切なものだったり、幸せを運んでくるものっていうのが、少しずつ分かるようになると思うんですね。で、それをですね、さっきの情報収集した情報と照らし合わせて、では自分にとって一番ベストな選択って何だろうっていうふうに少しずつ絞れてくると思うんです。なので、この自己分析というのはお勧めしたいと思います。そしてその上で選択肢を増やす、これはイコール経験を積むということですけれども、この選択肢を増やすということは、イコールできることを増やすということです。で、できることというのは経験で増えていくのでイコール、まあ、経験を積むということにはなってしまうんですけれども、この選択肢を増やすということがなぜ大事かというと、これは自分の武器になるからです。で、もし国際機関や海外で働きたいと思うときに武器はなるべく多かった方がいいです。剣はいっぱい持ってた方がいいので、そういう時に、自分の武器を増やしていくために、どんな選択肢があるのか、それをですね、自己分析と情報収集と一緒にやっていく。ちょっと分かりにくかったらまた質問してください。ちょっと私の例と合わせてまたお話しするので。そしてですね、Be strategic、 これは非常に大事なんですけれども、個人的には戦略的であってください。これは、ゴールを設定するということとも似ているんですけれども、課題を発見して情報収集して自己分析して、どんなことがやりたいのかなっていうふうにだんだん見えてきたら、じゃあ自分はどこに行きたいのかっていうことを戦略的に考えて、いただきたいと思います。あくまでも個人的な意見なんですけれども、そうするとですね、今自分がやるべきことというのが見えてくるんですね。今自分がやるべきことというのは皆さんそれぞれ一人一人によって違います。それは興味も違うし経験も違うので当たり前のことなんですけれども、その皆さんの一人一人のゴールに向かって今何をするべきなのか、そしてそのためにはどんなステップを踏んだらいいのかということを考えていく、これが私のやっとけばよかったなということですね。そして皆さんも言ってましたけれども、言語の習得です。これは本当に若いうちにぜひやっていただきたいと思います。英語はもちろんですけれども、他にもし興味があれば他の国連公用語であったり、もちろんどんな言葉でもいいので興味のある言葉を勉強しておくというのはいいと思います。これは英語はもちろんですけれども、他の国の言葉が喋れると、さっき言った選択肢を増やすということにつながるので、自分の武器の一つになるんですね。例えば、じゃあ松岡さんこの国に行ってくれるっていう時に、その国の言葉が喋れるとチャンスをつかむことになりますよね。で、それは選択肢を増やすということなので、自分の選択肢を増やすためにも言語の習得はぜひ今からお勧めしたいと思います。そして最後に、諦めないことです。もちろんいろんな関わり方があるので何とも言えないんですけれども、これはちょっと私の個人的な経験なので、国連機関、国際機関で働くということに限定してお話しすると、非常にやっぱり長期戦なんですね。ハードルも高いですし、経験も積まなきゃいけないし、大学にも行かなきゃいけないし、ね、語学もできなきゃいけないと、ハードルがやっぱり高いんです。なので、やっぱり心が折れそうになることもあるんですけれども、でも、こればっかりは一つ一つ確実にクリアして、さっきも言ったように戦略的に準備をして、自分で努力を積み重ねていくしか方法がないので、まあ、そういう意味では、諦めないこと。で、この諦めないということのためには、やはり課題の発見で得た課題への情熱っていうのが、私は本当に大事だったので、ぜひですね、この課題の発見と諦めないことというのをつなげて、一緒に頑張っていけたらいいなというふうに思っています。
すみません、ちょっともしかして時間をオーバーしちゃったかもしれませんが、今お伝えしたかったことは以上です。ありがとうございました。何か質問があったらどうぞお願いします。浅岡さん、ありがとうございました。いくつか、国際機関について WFP についての質問が来ておりますので、少し、増岡さんに質問いくつかさせていただいた後に、穂積さん、福上さんへの質問というのも受け付けようと思いますので、先ほど聞きそびれたこととか他の方に聞いてみたいことなどあれば引き続きチャットの方に書き込みをお願いいたします。それでは増岡さんへの質問なんですが、国連はとても大規模な組織だと思うのですが、事業を行う中で何か組織特有のジレンマや難しさを感じたことはありましたか、というご質問が来ております。お願いいたします。はい、ありがとうございます。ですね、組織特有のジレンマというのはいろいろあるんですけれども、やっぱりその中で特に大きいのはやはり非常に大きいので、大きい組織なので、でお金も集まりますし、そういった意味でそのなかなかパートナーと一緒にこう働くことが多いので、その一番先 の、 その本当に受益者と関わるところまで、必ずしも関われるのが全てではないというところがあります。なので私たちは結構こう機動力もある組織ですし、届けることはできる、届けることは本当に使命としてあるんですけれども、例えばそこから緊急支援から一つ進んだ段階 の、 もう少しそのステーブルになった時の食料支援とかっていう風な話になると、パートナーの力が非常に大切なんですね。なのでパートナーと一緒に働きながら、私たち の、 仕事を一緒にしてもらうという形になるので、その先の先までどうしても、組織上行けないというところはジレンマにはなります。ただジレンマとは言いながらもやっぱり役割分担なんですね。国連には国連しかできないことがあり、 NGO には NGO しかできないことがあります。それはどんな組織でもそれぞれの役割があるんですね。なのでその国連にしかできないことに関して私たちは注力してやっているので、ジレンマもそうなんですけれども、それは役割分担というふうに認識しています。はい、ありがとうございます。続きましてこちらも増岡さんへの質問になるんですが、国際機関は転職市場で、仕事の多くの仕事がおよそ2年契約と聞いたことがあります。それは自分の能力次第で生活が不安定な環境に陥る可能性もあることだと思いますが、そのあたりどうなんでしょうか、というご質問が来ております。お願いいたします。はい、ありがとうございます。おっしゃる通りで、国連の雇用形態というのはいろいろあるんですね。ちょっと他の組織によってもまたいろいろ違うので WFP の例でお話ししますけれども、短期契約のコンサルタントからちょっと中長期契約の社員、そして正社員というふうに分かれています。で、短期契約に関してはですね、3ヶ月6ヶ月11ヶ月という短期にも種類がありまして、でそういう契約の中で皆さんがこう契約を更新していくっていう形になりますね。で、確かに生活は不安定だっていう風に映るかもしれないんですけれども、ただ物は考えようで、好きな仕事をしていて、国もいろんな国を渡れて逆に楽しいっていう風に取る人もいるんですね。で、中には私の同僚とかは海外では多分一般的だと思うんですけれども、そういう契約形態で回すことで何もなんというかジョブセキュリティに関してはもう感じていなくて、で自分 の、 その能力があるということは前提にはなってしまうんですけれども、そういう不安定な雇用にはなりますけれども、逆にフレキシビリティのある自分の思うように人生をこう変えていける、戻りたいと思ったら戻れるし、いようと思ったらいることもできるっていうふうに捉えて仕事をする人もいます。これはただ好き好きですし、その人たちのニーズもありますし、人によって違うので一概には言えないんですけれども、まずはその雇用形態があるということが事実だということと、あとは、それに対する捉え方で自分のライフスタイルが変わっていくので、あとは選択の問題というふうになります。質問に答えてますでしょうか。ありがとうございます。
それでは残り時間が約10分程度になりましたので、ここからは、あとお二方の穂積さん、福上さんも含めて質問に答えていっていただこうと思うのですが、実は今日初めの方から英語以外の外国語についての質問が結構多く来ておりまして、先ほど来た質問で言うと、お三方に質問です。何カ国語を話せますか、習得されてらっしゃいますかというご質問が来ておりますので、先ほどお話しした順に、穂積さんから、お答えいただければと思うんですが、お願いいたします。はい、ですね、これ結構話せるっていうのをどう解釈するかで答えが違ってきちゃうんですけど、その仕事でバリバリその文章も書けてみたいなレベルかと言われると、うん、それはちょっと日本語英語でないと辛いなっていう。で、普通にざっくばらんな茶飲み話程度でいいんだったら、私は第二外国語がドイツ語だったので、ドイツ語だったら、はい、簡単な日常会話はできます。で、かじったことがある。だからそのいくつかの決まりきったフレーズだったらできるよっていう程度でいいんだったら、フランス語とスペイン語も多少はみたいなところはありますけど、とてもじゃないけど、それで通訳やってくれとか言われたら、もうちょっとそれは勘弁してくださいっていう話になっちゃいますね。はい、私はそんな感じです。ありがとうございます。久上さん、お願いしてもよろしいですか。はい、私はもう英語ですら文章の読み書きが苦手なので、英語ですらという感じなんですけれども、まあ、今まで住んだ4カ国、最初の2カ国はスワヒリ語が話されている言語だったので、今はアラビア語なんですけど、本当にただコミュニケーションができる、こう生活する上で騙されない程度の、例えばタクシーのとかお店で値段交渉するとか、なんかこうギャって言われた時にバッて言い返すとか、そういうレベルしかスワヒリ語もアラビア語も話せないですね。はい、ありがとうございます。最後、増岡さん、お願いいたします。はい、これもですね、本当におっしゃる通り、どのぐらいかっていうことによると思うんですけど、まあ、日本語と英語、これは、そうですね、もう私もずっと日々勉強してるんですけど、まあ、かなりのレベルでのその遂行能力が必要になります。パッと、例えばパッともう書いてって言われたのパッと文章を書けるとか、まあ、そういう感じですね。で、あとは仕事ができるかなというレベルだとフランス語、ですね。私はですね、大学の時に WFP に行きたいと思っていたので、大学の時にフランス語を猛勉強しました。で、将来もし万が一 WFP に行けることがあったら役に立つかなと思って、その時にフランス語を一生懸命勉強したんですね。で、なぜフランス語かというと、アフリカのフランス語圏に WFP のオペレーションやっぱり大きいので、まあ、そこに行ける可能性があるのだったら、まあ、そういう言語を選んでおいた方がいいかなと思って、これもですね、ちょっと戦略的に選んだんですが、フランス語を勉強しました。で、やっぱり忘れちゃうんですが、やっぱりこうで学生時代に勉強したことって覚えてるんですよね。なのでこう頑張って取り戻そうとすると、やっぱり取り戻すスピードも速かったので、本当に皆さんにはですね、ぜひ今やっておいていただきたいと思います。で、ちょっと喋れるかなくらいだと、私は行った国の言葉を結構勉強するので、ミャンマー語、イタリア語、あとはですね、大学院の時にニジェールという国で論文を書いたんですけれども、その時の村で喋っていたハウサ語という言語ですね。はい、今イエメンの英語はただ全くできません。難しくてダメです。ありがとうございます。ありがとうございます。では次の質問に移らせていただきます。穂積さんに、来ている質問なんですけれども、やりたい方向は定まっていない中で語学を学びたいと漠然と思ってらっしゃるそうなのですが、外国に留学などをして語学を学ぶこと
と、あとは国内の大学で語学を学ぶことで迷っています。何かアドバイスがあれば教えていただきたいですというご質問が来ております。はい。ですね、時々なんか勘違いしている人がいるのかなと思うんですけど、留学、アメリカやイギリスに行ってその国の空気を吸ったら英語を喋れるようになるわけではないですよね。向こう行って本当にどんな時間の過ごし方をするかというところですごく変わってきます。向こう行ってまあまあ起きながちなのが、その日本人のお友達といつもつるんでいて、みたいなことになると、こうおのずとなんか何年もいた割にはできないなみたいな人も中にはいます。なので向こうへ、だから場所はあんまり関係ないんですけど、なんで留学がいいかっていうと、それだけその言葉で使わないと日もさちもいかない状況っていうのが作りやすいからです。日本だとやっぱり英語で喋らないとどうにもならないという状況はかなり頑張らないと作れないんですよね。やっぱり一歩歩けばもう日本語で OK なので、もう安心しちゃうっていうところが、やっぱりその国だともう分かんなくってももう頭の中真っ白でもその時頭に浮かんでくる言葉で何とかしようとするし、自分で喋れないと他の人が何言ってるのかってものすごい真剣に耳をそば立て始めます。それが結構勉強になったりするんですよね。だからそれが作りやすいという意味では留学の方がいいんですけど、ただ留学した先であんまり人とお付き合いしないで日本人とばっかりお話ししてるみたいなことになると思ったような成果は出ないので、そこは注意が必要かなと思います。ありがとうございます。続きまして、こちらが結構早い段階で来てた質問なんですが、赴任先はどのように決まりますかというご質問が来ておりまして、こちらは、おそらく皆さん規模だったり組織形態がバラバラだと思いますので、皆さんお三方に、お聞きできればと思うんですが、そうかさんからお答えいただいてもよろしいでしょうか。はい、赴任はどうやって決まるのかということなんですけれども、その国連ではですね、さっきのちょっと雇用形態とつなげてお話しすると、まず短期契約だと、自分で選ぶことは、そうですね、ハーフ&ハーフというか、ポジションが空いてそのポジションに対して応募してみんなで競争して、行くので、選ばれた人がそこに、行くと、就職活動のような感じですね。で行くので、選ばれたところに行くというような形になります。で長期契約だと、これはですね、正規職員になるんですけれども、正規職員は WFP では、期限値だと2年に1回、ファミリーデューティーステーションという家族を連れて行けるところだと4年に1回必ず移動しなきゃいけないんですね。でその必ず移動しなければいけない時に、空いたポジションに対して応募をして、でこれも就職活動のような形で、取られる人が、そのポジションを取ってその国が決まっていくので、応募はできるんですけれども、希望はできるんですけれども、必ずしも自分の希望に合った国に行けるとは限らないと。やはり競争非常に厳しいので、その何というか、一回正規職員になっても常にずっとその就職活動、転職、繰り返されるような形なんですね。なので応募希望を希望しても、そこに行けるとは、限らないですし、その自分の武器が、専門性がそこに見合わなければ、やはり取られないと。なので行く国は選べないということになってしまいます。なのでそのバランスで、赴任地が決まります。ありがとうございます。では国境なき子どもたちさんの方ではいかがですか。よろしくお願いします。はい、国境なき子どもたちはですね、基本的に海外の派遣員はその国、そこで働く人募集というところで、私がもう夜なんで働くポジションを
応募しました。でパレスチナは、団体から移動令が出て移動したのでちょっと違うんですけれども、基本的には自分で行く場所を選ぶというよりはそこのポジションに応募するという感じです。ありがとうございます。難民を助ける会の穂積さんの方はいかがでしょうか。はい、やはり基本的にはその時に空いてるポストっていうのを募集を出して、今の AR も募集出てますんで皆さん何でしたら人材ホームページ見てもらえればと思いますが、パキスタン行ってくれる人とかそんな感じで出しています。であとはそれぞれの人のご希望を聞いて、なるべく希望に沿うようにある程度努力はしますけども、そんなにいっぱいポストあるわけではないので、必ずしもその希望通りに動けるとは限らないというところありますね。ありがとうございます。まだすべての質問にお答えできていないのですが、終了時間が迫ってまいりましたので質疑応答の時間はここで一旦締めさせていただこうと思います。たくさんの質問ありがとうございました。ここからはですね、最後に講師の皆さんにお一人ずつメッセージをいただけたらと思いますので、先ほど講演いただいた順に穂積さんの方からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、今世界ってすごく難しい時期に来ています。コロナというその本当に全世界が同じ問題に直面するってなかなかないことだなと思っていて、これはこれでね、なんかすごく大きな変化を起こすいい機会だと思っているんですよね。でもうニーズは増える一方なんですが、その意味では本当にイノベーションが必要だよっていうのはもう多くの人が口にします。今までの やり方に固執してただけじゃダメだ、いろんなテクノロジーも IT とかいろいろあるじゃないか、これをうまく駆使して新しいことやり方を考えようっていう流れがすごくあって、でそういう意味では皆さんの世代の方がそういうテクノロジー的なところはもう普段の鉛筆と紙ぐらいな感覚で使っている世代なので、より私なんかよりも柔軟にこれもっとうまい使い方あるんじゃないのみたいなのはアイデアがたくさんあるはずなんです。ですから本当に皆さんのこれからのアイディアとやる気に本当に期待しています。皆さんがと一緒に仕事をできる日を楽しみに待っています。よろしくお願いします。穂積さんありがとうございました。続きまして福上さんよろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。私が話す中でも少しお伝えしましたが、私は本当に学生時代海外で働くことも全然考えてなかったですし、特に何かこう頑張ることっていうのを特にやっていなかった。僕の勉強を普通にして友達と遊んで旅をしてというだけだったので、そんな中今日若い方たちがこういうキャリアセミナーにたくさん話を聞きに来てくださったこと、すごく嬉しいですし、それだけですごいなと思っています。世界はとても広いです。世界という意味でも自分の世界が広がるという意味でもとても広いですから、海外に興味を持ってくださっている皆さんがこれからそれぞれ自分が目指す場でご活躍できることを祈っています。今日はどうもありがとうございました。福上さんありがとうございました。では最後に増岡さんお願いいたします。はい、私も今日はどうもありがとうございました。拙い話だったと思うんですけれども、聞いてくださってありがとうございます。ですね、今皆さんいろんなことを考えて、悩んで迷ってらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、今悩んでいることや、情報収集していることは必ず将来につながりますので、ぜひですねこの迷う時間、悩む時間っていうのを大切に楽しんでいただきたいと思います。でこれがですね、一つずつやっぱり将来につながっていきますし、希望の例えば機関だったりとか、海外だったりとか国内とかいろんな道がありますけれども、そこがどこにつながっても今その悩んだり考えたりしていることっていうのは役に立つと思いますので、ぜひこの時間を大切に楽しんでいただき
けたらと思います。そしてやっぱり海外で働くとかいろんな国際機関とかで働くっていうのは違うことがたくさんあってびっくりするようなことがたくさんあって驚くことも挑戦することもすごくたくさんあって、でもそれは逆に乗り越えるチャンスがたくさんあるっていうことなので本当に楽しいんですね。なのでそういう、楽しいなっていうその挑戦を楽しいなっていうふうに、思えるようにですね人はとっても向いてると思うので私もぜひいつか皆さんと海外でお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。ありがとうございました。最後になりましたが、広島国際センターとしましても本日のセミナーが、皆さんの今後の将来の夢や目標を持つきっかけにつながったりですとかまた何かを始めるための後押しになれば幸いだと思っております。それでは本日、ご登壇いただきました3名の講師の皆さんに感謝の意を込めましてちょっと音が入らないので拍手の音は入らないと思うんですが拍手を送りたいと思います。本日は貴重なお話どうもありがとうございました。ありがとうございました。参加者の皆さんには、この後メールでウェブアンケートのリンクをお送りいたしますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。それでは以上をもちまして、グローバルキャリアセミナーを終了させていただきます。皆様本日はご参加どうもありがとうございました。